ということで、じゃあ、とりあえず挨拶から、はい。はい、どうも、こんばんは。底辺の王と書いて、帝王と読む新帝王です。はい。この時間は、はい、週末の夜の部ということで、はい。人造さんからいただいた、ロックマン X アニバーサリーコレクションの中から、はい。ロックマン X2 の、サブタンク使用禁止の、はい、縛り攻略例でやっていこうと思います。はい。題してデブタンクの帝がまたシグマを倒す配信ということで、はい、今日から開始ですんで、よろしくお願いします。はい。左手があるじゃないですか。てか、ロボットがそんなことするわけないでしょう。はい、テンコさんいらっしゃいませ。こんばんはです。はい。広告、はい、ありがとうございます。ブリトさん800ポイント、はい。今日はピザ食べました。でも、帝は。結構ブリトさんなんかいろいろ美味しいもん食ってますよね。右手差し込む何をですか？はい、ハチコムさんいらっしゃいませ。僕じゃないですよ。はい、キューコムさんもいらっしゃいませ。コブラね、コブラ、まあ最高感じゃないですが。はい、はい、ジーチコムさんもいらっしゃいませ。どうもこんばんは。6トン、トンですね。はい、ということで。体重は6トンないですけどね。ということで、じゃあやっていきましょうか。はい。ということで、前回ね、サブタンク禁止であれしたんで、今度はこっちのロックマン X2 で、はい。一応このゲームね、X3、X4 ってあるんで。こいつが大人になるとコブラになるんだよ。そうなんですか。それは知らなかった。ということで、それは紛れもなくやつさ。全部入ってるよ。全部、じゃあ X4 までですね、このゲーム。ねえ、はい、広告、はい、ありがとうございます。はい、ちょっとお待ちを、はい。グレーさん1300ポイント、はい、どうもありがとうございます。はい。夕飯はピザじゃないです。僕は餃子です。そろそろ謝んないとね。何を？何を謝るんですか？謝るようなこと何もないでしょ。はい、20個目さんいらっしゃいます。こんばんは。はい。30分まだ経ってないでしょ。はい、22個目さんもいらっしゃいます。こんばんは。はい。まだ3分も経ってませんよ。はい。広告、はい、ブリトさん800ポイントありがとうございます。はい。半額セールのピザだから多少はね、ってことで。はい。ギフト、はい、73クリス、300ポイント、はい、どうもありがとうございます。この300で、ね、そういうことなんですね。じゃあ、しょうがない。一回だけ。ね、明日本番だっていうのに。またケツを叩くのか。今日だけ、はい、じゃあ行きますよ。はい。はい、じゃあ行きますよ。はい。うん、3、2、1、9、2。はい、ご報告ありがとうございます。ブリオさん600ポイント。はい、ありがとうございます。はい。もういいですが、はい、ブリトさんいらっしゃいます。はい、こんばんはということで。嬉しくないですね。はい。はい、ひずみしたさんもいらっしゃいます。こんばんは。はい、今日から6万 X2 でやっていきますね。はい。ちょっと、確かに、ちょっと響き、音は響かなかったけど、いや、痛いね、痛いですよ。はい、ホタリカさんもいらっしゃいます。ということでやっていきましょう。聞こえた。助けてたってないですが、そんなことはないですよ。ね、てか、結構これでも力込めてますよ、もう本当に。ということで。何でしたっけ、これ。ルーキーハンターモードだから。はい。全部入ってないです。多分、X4 までですから。多分ね、これ、アニバーサリーコレクション2の方で多分ね、その、5以降のやつが入ってるみたいだと思うんですが。はい。夜の11時だからみんなね、親は寝てますよ、さすがに。はい、広告、ありがとうございます。ブリオさん1400ポイント、ありがとうございます。ね、その辺も配慮してね、夜中の11時にしてんですから。ってことで、じゃあやっていきましょう。これ1994年ですね。ちょうど25年前ですね。さあ、音は響かんでしょう。最強のエディギダ、シグマとの戦いから半年後。X はシグマの残党のイレギュラーの処理を、主な任務として活動していた。今日また X はハンターたちからの、指令を受け、イレギュラーが製造されているところ、これ以上調査及び破壊のため仲間のイレギュラーハンターと共に指導していた。はい、何の話ですか。はい。はい、どうも。ギフトさっき来ましたよ。はい、もう叩きました。はい。53個目さんいらっしゃいますが、まあそりゃそうでしょう。僕がむしろイレギュラーじゃなかったら逆に驚きでしょう。ああ、全然読めてない。ロックマン X2。
バーサスカウンターハンターですね。画面の横に柱ってたの人も使ってるんだね。はい、んこれ多分初期設定であれじゃないですか。はい、焼きそば弁当さんいらっしゃいますが、まあそりゃそうでしょう。多分これどこかで設定できるんじゃないですかね。あ、ちょっと待って。ちょっと待った、ボタン、あ、こっちか。X はいくつが好き？まあ、ええー、6万 X? X は僕、僕、6万 X はね、言って、多分3までしかやってないから、あんまりあれなんですよね。これどうでしょう。オスオス。X ブーって X よりムズなの？え？どうでしょう。その辺はなんとも。いやだから6マイク3は3までしかやってないから4以降は全くわかんないんですよ、うん。ウォールペーパー。これあれでしょ、壁紙がスペシャルって何でしょう。あ、こういうのか。ヘックスチャレンジ。オフ。どれがいいですか。初見じゃないです。昔やりました。わかんないです。どれでしょう。ねえ、言って、ねえ、X のシグマも強かったですが。ただ、X はなんか、ラスボスのシグマそんなに強くなかったような気がしたんですが、ねえ、ただ、その歌詞なんか、8ボスは多分ね、X より、なんか、トータルで難易度上がってるような気はしたんですが、6ですか、6とかやったことないからね。はい、66個目さえ出しますが、まあ、なんでヨシキが出るんですか。ちょっと一回あれしますね、設定変えるんで、はい、どうもタスピーさんもいらっしゃいませ。はい、こんばんはです。ちょっとお待ち、X にはむしろ難易度下がってるぞ。まあ多分トータルでは多分 X より楽なんじゃないかなって。だから同じ縛りでちょこれちょっとタイトル画面の放置でちょっと すぐにあれじゃないですか。オプションモード、ショット Y、ダッシュ僕 L の方があれなんですよね。X にあった記憶あるけど覚えてない。はい、広告ありがとうございました。はい、ちょっと待って、何がよしきやってて。はい、ゲストさん300ポイント、はい、原太鼓1000連発100ですよ。なんで1000に増えてるんですか。ステージ選ぶ順はアンケなので、みんな優しいから簡単ステージ選ぶ。本当、あ、そういえばアンケでやってましたかね。はい、あ、どうもカオさん、はい、お久しぶりです。6マイク数で、そうですか。まあ来るね。だから岡林さんもいらっしゃいますが、こんばんは。真似してって言ったって、僕は今日餃子ですよ。難易度低めだけど、ボディパーツが、でもボディパーツとか全部ね、一応多分自力で取れた記憶があるから、そこは大丈夫だと思うんですが、原太鼓でヨシキみたいに叩ける？なん、どういうことですか？知らないですよ。無理ですよ。じゃあこれで、とりあえずまずですね、最初はオープニングステージあるんで、そこだけちゃちゃっと終わらしましょう。音どうですか？大丈夫？ちっちゃくない？ちょっと。もうちょい上げましょうか。大丈夫ではないです。大丈夫ってどういうこと？ドン、レディー、ゴー、ワウ、ちょ、あれ？ちょ、あれ？ちょっとあれ？ボタンが上がって、ちょ、ごめんなさい、ちょ、なんで？ちょっとなんか、変な操作になってる。いきなり半分持ってかれた。ちょ、まあそこはいいね。ちょ、あれ操作がなんか変になってる。ちょ、なんで？反映されてないの？バグ？コントローラーなん使ってるの？これ、ジョイコンです。ね、今リセットしたね。ちょっと、リセット、いや、操作がなんかちょっと、これも人変わってた。ジャンプ。ねえ、ねえ、でもまだ人造さん来てないんですよね。クスジャパンのヨシキと原太鼓でドラムセッションすると聞きました。しませんよ、それ明日で。ごめんなさいね、はい。はい、90個目さんもいらっしゃいませ、こんばんはです。今からちょうど始まるとこですから、ここのこと大丈夫。やっぱボタンの配置がね、ちょっとやっぱりこだわりがありますんで、僕も。ねえ、やっぱりやりやすいね、配置でないと。
こういうアクションゲームはね。じゃあ俺はファンのヒデとあの世でセッションしてるわ。何演技でも、ね、ちょっとネタでもダメでしょ、そういうの。うん、はい、二丸九さんいらっしゃいませ、こんにちは。初見じゃないのに初見プレイのような動きを見せるなのに。何がですか？死なないで。死なないで。死ながら腹太鼓するんですか？なんで首を振るんですか？ねえ、見てください、この初見プレイじゃないね、この。成熟されたね。初見って書いてないしね、もう全然うまいでしょ、ほらね、もう、うん、とてもね、何がそこまで変じゃないでしょ、何言ってんですかね、あ、うん、ね、手慣れたもんでしょね、うん、それそれそれ、ちょ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 、危ねえ、怖わ怖わ。うまいでしょって言いながらダメくらいの。なんでですか。別にダメ、何もノーミス縛りね、ノーダメ縛りとかじゃないんですから。特に壁蹴りからやりやすくなってると思うんだよな。プレイならちょっとむずいステージから選択しても、そのダッシュボタンを押さえた状態でジャンプで、あれだからすごいやりやすくなってますよね。X はね、なんかダッシュボタンも同時に押さないとね、あの、ダッシュ壁ジャンプね、壁キックできないんですが、大丈夫ですよ、大丈夫、ちょっとまあどのステージか安定で決めましょう、リスナーさんに従いますから、へえ、ほーれほーれほーれほらほら、どこ行った、あれ、敵になんで帝王様がいるの。何が帝王ですか、いたいたいた、何すんのこの、この野郎、本人やろ、本人やろ、何が本人、何が本人ですか、ちょ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 、え、これか、壁にぶつかんの、ちょ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 、本人、弱、さすが僕、これくらいなぁ、んですか、はい、じゃあまずか半身を、誰がそういうことに従うって言いました、めっちゃ惜しかった、何ですか、全然余裕でしょう、で、ここから、オープニングステージで、まあね、通常の恒例の8ボス、やつが X なのか、なるほど、なかなかやりおるわい。チュートリアルで生きる生の知ってた大したことないぜ。確かに狩りの能力は危険ですね。今のうちに倒してしまわなくては。こやつの勝利は、わしらの、部下に任せるとするかの。ところであのレプリロードが完成するのにいつまでかかるのですか、パーツはほぼ完成しているのだが制御回路が不完全なのじゃ、私たちの目的のためにあのレプリロードの力が必要なのです、急がなくてはね、一体誰なんでしょうね、気になりますね、そのレプリロイドと果たして一体、ってことでこれが、8ボスですね。いやーわかんないですね。いやな、なんね、もうね、久しぶりにやるから、誰のことが、さあ、そきゃ、僕世界征服なんかたくなんでないでしょ。はい。朝原翔子さん900ポイント。はい。まだ成仏できません。もう成仏して、してくださいってか。どうでしょうね、ちゅってか。どうなんでしょうね。まあ、それっぽいセリフね、なんか言ってたような気もしますが。じゃあアンケートで決めましょうか、どのステージから、むっちゃ敵がチカチカしてるけどデコなの、敵、まあノイズがあってあれですね、はい、121コミさんいらっしゃいませ、こんばんはです、ちょっと待ちよ、一番鬼畜なのはどれですか、どれでしょうね、僕もだからはっきり覚えてないから、ちょっと待ってくださいね。ねえ、何でしたっけ？てか何がモチーフかもわかんないし、左上のこれなんか、何でしたっけ？ワイヤーヘッジマール。ねえ、炎が多分一番ダメなんでしょうね。一番難しいのはヒヤクレッガーじゃね？植物じゃない？ヒヤクレッガー？ちょっと待ってください。で、ちょっと待って。これが、なんていうもの？メタモル？モス？
モスミーノスでしたっけ、これ何でしたっけ、これガでしたっけ、ガでしたっけ、ガって言いましたね、確か。うん、ガモチーフというか、ガカチョウか知らないけど。ねえ、もうねえ。ゴミは身の虫の状態でかなり削れるしな。うん、ねえ。捨て頃の初見で一番きついのは一番右上の100レッダーかね。そうですか。はどれ、これがフレームスタッカー。これ何、何これ鹿でしたって。いや、食ったことないっす。左から1234、火弾、コロ78、ね、そうですか。じゃあ、それでいいなら。トナカイだわよ。ちょっと待って。ゼロ帝王、こんばんは。はい。138個目さんもお願いします。今日からいくつ、そうですね、うん。じゃあちょっと待って。はい。うん、じゃあはい。じゃあ左上から1234で、左下から5678ってことで、じゃあアンケートお願いしますね。3が炎ステージか。そうですね。いや、僕でもそこまでね、うまくないからね、うん。ね、その辺皆さんがきっと忖度してくださると信じてますから。なるほど。なんなんすか。ね、どうでしょうね。バッチリ忖度しました。うん、本当？じゃあ、信用しますよ。はい。そうですかね。ああ、確かにそうですね。ちょうどアンケのあれが、ね、被ってますね。3入れないよ、うん、絶対に。ほんと？信じますよ。ね、信じますよ。はい。振りとかじゃなくてね。はい。サムラゴムチヒノカミさんでしたっけ。300ポイント。僕は耳が聞こえません。嘘つき。はい。失礼しますね。ふがみさんいらっしゃいますが、まあ、ちょうど今、ステージ選択、皆さんにアンケートで選んでいただいてますんで。どうかな、僕は皆さんを信じますよ。はい、153個目さんいらっしゃいます。こんばんは。ね、あの、今日の夕飯は昨日の餃子のね、残りですから。ね、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ結果見ましょう。はい、じゃあ3、2、1、9。はい、ということで、はい、はい、ぶっちぎり。はい、ぶっちぎり。はい、容赦ないですね。はい、じゃあ行きますよ。はい。リスナーの皆様のご要望を聞いてください。じゃあ行ってきます。はい。嬉しくないです。希望が2くらいだった。じゃあ、知ってた。意外とみんな優しい。そうですか。殺意ありすぎだろみんな。わら。案外3が簡単なんじゃないの？そう。どうかな。いや、ボスでも結構強かったよなっていうか。いや、でもダチョウ、どんなでしょ。いや、結構きついような気もしたけど。なんだかんだでロックマン得意だから大丈夫でしょ。うそうです。ここも BGM 良いな。はコツです。もっと早く来たかった。はい。ああ、ジンドさんいらっしゃいます。はい、うん。どうしたんですか、何が膝にやってね。ねえ、ジンドさんに買っていただいた、ねえ、ロックマン X、ねえ、やらせていただいてますね。みんなひどい呼ぶは一番難しいステージにするなんてぶわ。私は下が好きなので3にしましたよ。みんな容赦ないですね。これどうすんねしてて、確か。確かなんかあったような気がしたんですが。これどうすんでしたっけ。あれいない？このクワガタに確か乗るようなのあったような気がしたんですが。あ、ちゅ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 。ねえ、あ、ちゅちゅちゅ。うまく乗れない。ちょ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 。昨日も聞いたが欲しいものリストだよ。はい。え？あれだよ。はい。ちょっと待ってください。はい。広告ありがとうございます。はい。ゲストさん500ポイント。はい。手をお尻見せて何でですか？ダメです。はい。大方春子さん200ポイント。はい。スタップ細胞ありません。ありません。はい。左上に確かになんかあるが、今回入らないだろう。あとだらけで終わると思うけど、なかなか自転車にエンジンがかかりませんでした。自転車にエンジン？自転車に？どういうこと？電動自転車みたいなってこと？ちょっと待ってください。はい。はい。ボケ潰してよ。ちょっと見てなかった。なんでだ？どういうこと？この兜、強敵ですね。弱い弱い。何？欲しいものリストなんか買ってくれるの？そういうこと、信じますよ。まあ、信じるも何もないですけど。ちょっと待って。
あ、こっちか。はい。広告、ありがとうございます。はい。レイさん600ポイント。はい。どうもありがとうございます。ね、底辺な真似なんで、もし買っていただけるならありがたくってことで。はい。これかな。はい。じゃあどうぞってことで。じゃあ僕はゲームを再開と。ねえ。こう、こう、こう、そうそう。ねえ。ここに。ほーらねって。でも、まあ、取るのはいいけど、使用禁止ですからね。ブタミントン買ってどうすんですか？配信でやれんですか？あれ？いや、ちょっとこれきついかな、さすがに。やめとこう。あ、たたたた。ちょ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 。アイテム禁止でいきません。えへへ。アイテム、そこまでやれる僕余裕。ないですから申し訳ないけど、ダメですよ。そこまで、僕、ちょ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 、あぶねえ。お前の、ちょちょちょ、ちょ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 、何？高いもの多すぎんだって、だから、だから、その、だ別に何も新品じゃなくて、中古だったら安いのあるでしょ？中古のメタルマックスリターンズだったらね、1000円ぐらいとかあるじゃないですか、別に何も。注文の多いコピー。ねえ、誰も。ねえ、だから別に、だから無理して買ってるんだって、ねえ、特に、だからねえ、欲しいもんって言っても、あくまでゲーム配信でね、欲しいもんですからね。はい。いや、いや、ちょっと待って、1000円か2000円だからね、2000円だったらね、だから、反則じゃないですよ。欲しいものは入れませんが、グレさん入れますよ、まあ、100円じゃないけど、まあ、だから、まあ、欲しいもんだったら200円で、200円一発ぐらいのレートだったら考えますよ。食料入れて。食料、いいですよ。あくまで配信のものだけでいいですから。なんでこんなとこで詰まってるんだか。こら何しれっとレート管理してんだよ。はい、いいじゃないですか。ギフトだったら300件一発じゃないですか。それは、下手なのに縛りプレイ。下手でもね、一生懸命ね、頑張ってんですよ。え？いや、あれは本当に食いたかったから。でももうね、食わしてもらったからそこはもう満足してますから。ねえ。ギフト200円じゃなかったの？え？また値上げしたの？ギフト値上がりしちゃったの。申し訳ないけど。ねえ。300円になりました。ねえ。そういうことです。消費税よりすごいペースで値上げしてんな。ねえ、このご時世ですからね。僕みたいな底辺なまぬしやねえ、なかなか。そういうこともね。あ、ここもなんかやばいんでしたっけ？ちょ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 。ちょ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 。危ねえ。じゃあ。ギフトの喜びを知りやがって。いや、もう来ないでしょ、でも誰も。ちょ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 。ちょ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 。なんでこんなに下手になっちゃって、ちょ、危ねえ。またそういうこと言ってギフトさん。いや、別にいいです。だからお金無駄なんだからね、もったいないでしょ、そんなね、腹太鼓一発聞くために。300円だから別にいいですから、もうっていうか。別にね、何も無理。はい。ちょっと上げちゃって。ね、だってそりゃね、あれが来なきゃね、冷凍ね、そのままだったかもしれませんけど。全員の喜びおじさん、全員のことだと思ってたわ。はい、どういうことですか？こいつか。どんなかな。でもこれシグマのあれに似てない多分ね。帝王の腹太鼓は魔除けの効果あるからね。ねえ、はい、出て。これうまくはめればあれじゃない？ねえ。ギフトの喜びを知りやがって。何のことですか。
ついけど、なんかあれすればうまくいけば。え、痛い痛い痛い、ちょ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 。やめて。ねえ。うまくやればなんか勝てそうな気もしますよね。どう？ああ。でも慣れればいけそうですよね。でももうゲームオーバーじゃない。ですよね。っていうのがこのボスらしいから、でもワンチャンじゃないかな、知らないですよ。なんでこう、何があったんですかね。え、結構いけそうですよね。まあどうでしょう、あと30分くらい、30分か1時間くらい粘ればもしかしたらね。X2 のボスって全体的に強くないぞ。でもやっぱきつくないですか。そりゃね、皆さんみたいなね、熟練プレイヤーならね、そりゃ、余裕かもしれませんが、僕みたいな下手っぴじゃねえ、なかなか。これが新しい議連の野望？そう見えますか、ならいいんじゃないですか。はい。ハンマーのやつはなんかいたかな。この頃のロックマン楽しいよね。ね、はい、235個目さん、236個目さん、ね、まバスタシバリは8や、いたなぁ。8ボスは多分さ、3はもっと、3の方がもっと強いかもですね。何がクソ、何のミサイルのスイッチですか。怖い怖い、やめて、ちょ。ねえ、ちょ。ねえ、どう。はい、広告ありがとうございます。はい、キム・ジョン・ヒルさんが200ポイントスイッチを何言ってんですか。そんな簡単に押していいもんじゃないでしょう。これが糸なんですね。そうですかね。ちょ、なんか、飛びにくいなぁ。なんで飛べないんでしょう。ちょ。なんか、操作がおかしいです、ね。殺し合うのが言うタイプじゃないでしょ。殺し合うでしょ。さあ、どうでしょう。あ、ちょ。ちょっとなんか、あれですね。ナラティブですかね。なんでジャンプ。飛べない豚はただの豚だよ。ね、本当に。ね、ただの豚になっちゃってますよね。今度はどうかな、いけんじゃないかな、もしかしたら。てこれがアムロレイですかね。いやー、ちょ、あんまりやっぱ合わせにくいなぁ。シグマのあれとは軌道がちょっと違いますね。反応が適当すぎ、ね、しょうがないでしょう。なね、今近年、ね、この間までシグマのあれで鳴らされてたんですからねえ。だから言ってんじゃないですか、僕そこまでね、うまくないから。ねえ、忖度してってね。こりゃ思ったより苦労するフラグ？そりゃそうでしょ。せめてね、そりゃパーツとかね、そういうのが全部取れてりゃね、まだ。あれでしょうけど。はい、広告ありがとうございます。ちょっと待ってくださいね。はい、ジェイオさん1000ポイント。はい、ありがとうございます。孫たく、その忖度じゃありませんよ。そういや、 X シリーズで豚モチーフのボスってまだいないっけ？わかんないです。豚とか、失礼な。いたたたた。
これ予定方さえ分かってもね。はーい、どうも。256個目さん、いらっしゃいませ。こんばんは。半分減ったか、ちょっと変わったかな。ちょっとごめんなさいね。広告。はい、ジェイオさん400ポイント。はい、ありがとうございます。残機は、もうゼロか。せめてサブタンク使えるもんね。だーってやってって言っても。そうですか。帝王は南部変身要件卒でプーアルと同期。何のことですか。敵に抱きつきに行ってるけどダメージ食らいますよって。知ってますよ。誰が好き好んで。いたたたた。いやー。いやーダメだ、反応できない。じゃあだってねどうしよう。どうして対処すればいいもんね。何言ってんですか。人造さん車でクソゲーって言わないでね。もう来てるでしょ。帝王を見る会になりそう。来るまでってどういうこと。逆にクソゲーっていうのは来ない間に言うしかないんじゃないですか。ねえ。アベノシェイダーズ。来てからクソゲーって言ってたよね。何言ってんですか。言うわけないでしょ。いいね。クソゲー発言したの。何言ってんですか。もうそろそろクソゲーって言いそうですな。言いませんよ。そういうことしたいんじゃないって。これを取りたいんだってのに。ちょっと残機増やしたのにこれで死んだったらもう元も子もないじゃないですか。なんなのねえ。やっぱりボス戦ねえ、数こなして強くなるしかないんですから。はい、278個もさえ出したのもしょうがないでしょうね。帝王食べたいものないの。え、いや、焼きそば別にあんまりないですよ。なんだ、いつものプレイスタイルか、わら。そりゃね、例えばね、そりゃ牛丼とかね、そういうのあるけど、そういうのは別にね、何もリスナーさんに買って、盛り上げようとはしてませんけど、ねえ、ちょっと待った。遅い。こんなんどん、取れんでしょう。帝王さん、アクションうまいですね。うまいでしょう。帝王はリスナー手作り牛丼を要求してます。いや、してないけど。本末転倒竹に、日の海、スイッチコンがやりにくいんでしょ。プロコン使っていいのよ。プロコンないです。頑張れ、繰り返し。プロコン持ってないからね。いやー、しょうがないか。変に取りに行くよりは、確実に安定取るしかないですよね。わお。牛丼の腹太鼓レートは1中です。どういうことですか。はって言われても僕がはですよ。何のことって。たふぅ、ひぃ。ほう。にやにや。にやにやね。へ？へじゃないです。なんでタンク縛ってるのに回復貯めてるんですかね。え？どういうこと？帝王の家が。回復を貯めてるって言えば別に。アマゾンでヨシグの元とかないの？わかんない。あるんですか？知らないですけど。
いいですよ。冷凍ならあるかもしれないけど。あるよ。いいですよ。冷凍ならありまくりやぞ。いいです。だから、そういうね、別に、食べ物は別に、ね、皆さんに。冷凍ならあるっての。ね、だから、ゲームとかで、ね、あの、配信にね、役立つような、あれの方がね、僕も。じゃ、入れときなよ。いいですよ。ねえ、だってねえ、配信で食うわけじゃないんですから。吉牛とすき家と松屋3点セット食べ比べる。いいですよ。欲しいくせに。いいですよって、なんでそこまで、なんなんですか。もうこれがスーパーマリオかだといいですよね。ああ、飛んじゃった。飛ばなきゃよかったのに。何言ってんの？配信で食えっつの。いやですよ。いやですよ。食べ物の方がみんな送ってくれそう。そうですか。でも今ね、体重減らそうってね、ダイエットしてんですからね、そんなもん。ある意味困るでしょう。いやー、わからんなー。ご飯さえあれば生きていけるでしょ。そりゃそうですけど。ご飯だけじゃ無理。運動は今日はしてないですね。今日はね、雨だし、寒いし。まあ明日買い物がてら、ね、外行きますから。米6号そんなにもう今食ってないですよ。なんかさっきからちょいちょいおねえみたいな喋り方になる、はい。そうですか。焼き肉行ってきます。おねえじゃないけど。ああ、はい、どうも。はい、お仕事頑張ってください。そう。いて。あもね、結果的に膝壊したら舐めさせて、帝国どういうことですか。あもね、これ避けるのがなんか壊さなくても舐めさせて、何言ってんですか。でもワンチャンあるか、ワンチャンあるか、ワンチャンありそう。ちょ、もうちょ、もうちょ。あー、ちょ。ないよ。何がですか。あー。ちょ。ねえ。あー、もうちょい。もうちょい。今回もシグマでタンク解禁するんだろうな。解禁っていうか、タンク使ってないでしょ。何勘違いしてんですか。タンクは使ってないでしょ。泣かないで。ねえ。あくまで、いけますかね。ねえ。あ、ちょ。チクショー。あー、ダメだ。パチパチパチ。あぶね。体行こう。どうしようね。避けらんないな。これが、かわし方が分かればね。なんとかなるんですが。そうですか。よし。よし、あああと。あ。くそ。ああ。ああ。経験者だからね。あ、盛り上げ上手でよ。上手じゃない。最後は泣いちゃったね。ギコエット。どうですか。何がエースですか。ガチでやってんですよ。わもう。演出。エースじゃないですよ。下手くそなだけですよ。タプタンクって粛清なのかよ。わら。え？豚が引っかかるんでしょう。だから、うん。豚って文字が引っかかるんですよね。うん、ああ、いなくなっちゃった。
はい、349個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。うん、豚肉は、うん、漢字の豚はセーフらしいですね。うん、豚だといいのは不思議。うん、ねえ、不思議ですけど、でもね、そういうニコ生のね、決まりになってますから。運営の基準意味不明だよ。ねえ。普通に米して粛清されるのなんとかしてほしいよね。帝王を尊敬するわ。どういうこと？はい。355個目さえ出しましたけども。そうなんですかね。よくわかりませんね、基準が。なんでしょう、この。うんちは可愛いからセーフ。何？ゆゆゆゆゆ、これならOK。ピリオド入れてサトブ並べたら粛清されたよ。え、どういうこと？ピリオド入れてさ、うんちの方が柔らかそう。それは僕に言われてもね。顔出し女性生主を基準にしてるっぽい。ハゲ派大丈夫だし、うんちの方が元気そう。まあ、多分ね、結構なんか、すまん、結構ブトタだったわ。え、うん、ブトタ柔らかいうんちって、だ結構ね、そういうね、女性生主の配慮してんでしょうね、なんか。デリジェンス。なんか手ぶらもなんか、手ぶらじゃないか。技術が素晴らしい。手ぶらもなんかアウトすごいでしょう。なかなか人に、ね、普通の人が真似できないと思うんですが。手晴らしてどうするんですか。こんな感じでいいのかな。近場じゃあれか。じゃあ、遠い時は全力ダッシュでいいけど。飛ばれるとあれだな。ちょっとこっちはむずいな。これもダメ。つまり帝王も顔出し女性生主になれば大丈夫だよ。何が大丈夫なんですか。それを僕に言われてもね。もうちょっとね、なんかコツがつかめそうなんですが。稽古で竜気かし。さあ、どうでしょう。よし。よーし。よし。よし。はい、はい、どうも。重装開催いらっしゃいませ、こんばんは。よし。よし。助走して嫌ですよ。よし、よし。よし。よし、よし、よし、よし。いい感じですね。そっち来るか。ダメだな。でも行けそう。行けそう。いやー、際どい。やだな。やだな。やだ。よし、勝った。よし。オッケー。はい。余裕。パチパチパチ。ありがとうございます。はい。サクといけたね。サクでもないけど、まあね、なんとかいけましたね、ギリギリ。はい、ありがとうございます。何が不正ですか。ちゃんとあれしたでしょ。はい。これで、UJ、ラッシングバーナー。ってことで、はい。さんには簡単すぎましたね。ですか。やめてください。楽なステージあれしてください。77,777。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ。仕方ないから次も忖度するよ。
そう。じゃあまた、はい、次のステージ案件。ちょっと順番並び替えるのめんどくさいんで、ちょっと番号ちゃんと確認してください。これは武器なし縛りが必要かな？何ですか？何ですか？もう45分もかかってるでしょ。45分もかかってるでしょ。はい、じゃあ、またステージ選択をね、ちょっと番号、はい。あれ、なんでまたそういう難しそうなとこあれするんですか？はい、よかったら、はい。ちょっと番号の並びおかしいけど、ね、何言ってんですか。相性悪いステージ番号教えてください。今のやつの武器と相性の悪いなんで皆さんそうやって何なんですか皆さん。もうちょっと僕ね、それはせっかく買っていただいたゲームですからね。それ何、何がですか。やめてください。カタツムリはね、やめて。ねえ、カタツムリどれでしょうね。きっと一番じゃない。一番がカタツムリっぽくない。なんかねえ、きっとそうでしょう。武器が。ねえ、うん。はい、じゃあ、結果見ましょうか。はい。3、2、1、9。そうですか。はい。あ、割れた。割れた。7と8割れた。どうする。うん、じゃあ、しょうがない。7と8で、じゃあ、決戦投票いきますか。しょうがない。うん、じゃあ、ちょっとお待ちを。うん、割れ、うん、7か、しょうがないな。7か、8で。はい。じゃあ、どっちか。はい。じゃあ、もう一回、お願いしますね。ちょっと待ってくださいね。はい。じゃあもう一回。7と8で。さあ、どうでしょうね。はい。やめて。ねえ、やめてあげてっていうか。絶対それ、難しいを選んでって言うなんだ。はい、どうかな。ねえ。はい、行きますよ。はい、もうね、下手したらあと3時間あれってこともありそう。そうですか。何言ってんすか。はい。結果見ましょう。はい、3、2、1、9。はい、ドン。はい。はい。はい、8行きます。こいつ。クリスタル、マイでした。わらわら。いや、みんな優しいね。これあと下手したら延々3時間これですよね。皆さん知りませんからね。別に責任取るとは言いませんけど、文句は言わないでくださいね。うん、そこだけは、うん、ここも確かでもなんかありましてね。言っちゃダメ。クリスター、マイマイン、クソゲー出る？さっきの7は並びが最後だから間違えたと思われる。そういうことなんですかね。いける？ちょ、待ってよ。多分確かこれ、本当に。ごめんせよ、なぜか8をしちゃったんだよ、信じて。人造さんこれなんかありましたね。クソゲーって言ってあげて。いや、でもこれあれかな。あー、ちょ。いや、これむずいかなぁ。あ、ダブル、どうでしたっけ。これ、相当全力で、ってかね、フルジャンプしないと確か、ダメなんですよね。だこれ使ってですかね。これじゃダメなんですよね。違う。だこうして、ジャンプして、こうしてジャンプ、いや、上でダメなんだ。え？そうなの？ちょんちょん？そうなんですか？ちょんちょんできなかったよね。僕が下手なだけなんでしょうね。はい。どういうこと。はい。442個目さえ出しましょう。いや、でもこれ、取ろっかなぁ。あそこ何があるんですか、ちなみに。何でしたっけ、あそこパーツ？ライフアップなら頑張りたいけど、サブタンクだと後回しってかなしでもいいんですが、ね、どうせあれだし。今は帝王の操作が悪い。そう。悪い。何があるんでしたっけ、あそこ。ダメだ。帝王、
とっさに441さんのせいにしようとしてないでしょ。ジャンプをしすぎてるからもうちょい節約して、もうちょい節約、うん、どれどれ、こういうこと？ああ、ありがとうございます。ああ、すごい、うまい、うまい、うまい。でも、そういうテクニックは知らなかったな。ね、普通に正攻法で頑張りまして、ありがとうございます。これでライフが増えたから、だいぶ、勝てる可能性が出てきた。うん、ありがとうございます。なんで楽するの？下手だからですよ。下手だから。強くなんないと僕は、ね。ひどい、笑。何がひどいって。ひどいって意味言わない。夢印演出です。何が演出ですか。ひどいって言われる意味がわかりません。これ何でしょう、なんかあります？あっち？あっちからか？下手に見せるテクもさすがだね。何がテクですか？ダッシュ矢印、このため矢印ダッシュ。で撮ってた自分。うん、多分ね、あれもできるでしょうしね。てか、これ。あ、まだチャージできないんですよね。いや、楽するのっていうリスナーさんのことよ。いや、そんなことじゃない。そうそうそう。ここなんかでもな、何がありましたっけ、なんか嫌なもんあったよな。これか。こいつか。うん、いや、無理無理。ファンデリですよね、本当に。結構むずいですよね。避けらんないでしょ。本体まで弾出し。危ねえ。よかった。よかった。なんかあったような気がしたんですが、帝王全部当たってるな、ね、うん、ないっけ、イケフィンクアンネル、え、ねえ、なんかあったような気も、ここもなんかあったような気もするけど、覚えてないもんですね。ツイッターでの優れたファンネル使いはショコタン。はい、どうも、イソキヤさんいらっしゃいまして、どうもこんばんはでさえ、6万の X のアニバーサリーコレクションから X2 やってますね。あったのにスルーしてる、笑。ね、何を何をあったって。武器エネム限界周辺や、ぶっちゃけ不要。あれがですか、あ、ちょ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 、パーツ、あ、え、パーツあった、え、圧ありましたっけ、ここ潰された、ダブル、ね、パーツなんかありましたっけ、ねえ、パーツなんか、え、パーツなんかどこにあった、え、あ、え、ここ、ああ、ここ、たたたた、帝王がいつもやってる処刑型、どういうことですか、このパカプセルに入るのじゃ。ここで新たに目となるパーツを与えよう。X のエネルギーを利用したレーダーじゃ。これ邪魔ですよね。でもある意味ね、様々な場所で使用すると隠されたアイテムを見つけることができるのじゃ。頑張るのだぞ、X。これ確かステージ中にね、表示されるんですよね。ここは取りやすいからみんな鉢を持って選んだんだ、みんな優しいな。そうなんですかね。できれば足かね、なんかそっちの方が、ねえ、足かね、腕かボディか、ボディはあんまりですけど。ああ、これ、あれ、そうか。あれしないと使っちゃうんか。まあでもありがとうございます。リスナーのみんなに感謝せよ。ありがとうございます。本当にね、皆さんのおかげで。
攻略がね、順次、ね、順当に進んでますから。いえいえ。本当に。まあ、あえてそこを、はい、感謝しますよ。フォースアーマーの頭はよ開発して、ね、どうぞ。いえいえ。どういうことですか。いえいえ。もういいですから。一回言えば十分でしょう。そういたしまして。はい、ね、うん。リスナー様のおかげです。うん、いえいえ、ね、僕なんか、ああなんだ、すぐそこボスだったんだ。気にしないで、うん、気にしないで、本当に気にしなくていいの。ただこいつどうでしたかね、くるくる回るの覚えてんですが、どんなやつでしたっけ。でも少しは気にしてね。はいはい、うん、これくるくる回って確かね、落っかちてくるっての覚えてんですが、どうでしたっけ、ね、あ、うん、これに捕まるとなんか怖い気がした。それほどのことでもありますわ、うん、そうですか。え、なに、全チャンで来るのこいつ。あー、これなんか、あー、ちょちょちょ、どうでしたっけ。よし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 、勝てない手じゃない、よし勝てない手じゃないぞ、うん、勝てない手じゃないぞ。よしよし。これはいけるぞ。いけんじゃない？うん、結構いける。うん。ねえ。え、それ、それ、それ、ちょっとずるい。ずるい。フェイントかけるな。ちょ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 。ずるい。これはワニだったか。なんて言うんですか。ちょ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 。こんなやろ。ただ、これで全部じゃないでしょうね、多分攻撃パターン。ちょ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 。ちょ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 。ちょちょちょ。あ、ちょ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 。まずい、来る。うん。うん。あ、まずい、まずい。ちょ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 。ちょ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 。やばい、だんだん疲れてきた。いや、でもいけない感じじゃないですよね。これなら、うん。もうちょっと粘れば。もしかしたら次でいけるかも。よし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 。ちょ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 、うん。確かにこうしてみると結構通路もそんなにきつくないかな、うん。頑張ればいけそうですね。バスターでも。これいけないと道中がきつくない。に簡単っていうもんね。うん、ねえ。よしよしよし、慎重に、うん、慎重に、よし、ああ、レレ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 、よし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 、たぶん来る、大丈夫大丈夫、ほんだ、ちょちょちょ、ああ、なななな、ああ、ちょちょちょ、そうそうそう、2連はちょっとずるい、ずるい、ずるい、これ来るでしょう。ね、私は X じゃない方が好きです、はい、そうですか。あ、やべしいね、すみません。ね、買ってくれたらやりますよ。うん、X じゃない方も。うん。ちょ、操作がおかしい、ちょ、これ、ちょっと、ジョイコン本当に壊れてんね、ちょ、本当に。これ、死活問題ですよ、本当に。うん。来るな。うん、ねえ、ちょ。多分来るでしょ。来る、来ない。ちょちょくん、うん、いや本当にちょ本当にね、ちょ、うん、あぶね、なんか来た、なんだこれ、ちょっと スローになるやつでしたっけ、ちょ、まずいまずいまずい、これはまずい、ちょ、まずい、ちょ、まずい、あー、ちょ、あぶね、ちょ、ちょ、危ねえ。ちょ、勝てそうだね。うーん、勝てそうですけど。ちょ。来るな。危ねえ。ちょ。よし、ああ。いった。よく避けれたな、今の。危なかったですね。危ねえ。パチパチパチ、うん。
なんとか、二人、突破。よし。これで、あと6人、6体。やんねえ。いや、ありがとうございます。うん、次はサソリとワニどっちにしようかな。なんでそんな、そうなんですかね、はい。はい。なんで、はい、ジョモさんね、何ですか、なんで殴れなきゃいけないんですか。ワニかな。ワニは反応難しい気がする。いや、さすがに一度とはいえ、シグマ様を倒しただけのことはありますね。とりあえず夕飯。部下だけに任せておけんの今日は、今日も昨日と同じで餃子です。直接わしらの手で倒すしかないか。問題はカウンターハンター殿。ね、クッ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 クカウンターハンターと名乗るイデリアから通信が入ったんじゃ。次はワニが難しいのか。何がですか。ガガガガガロックエックスゼロのパーツはわしらが手に入れた。取り戻したければ X あなた一人で私たちに会いに来てください。お前が俺たちに勝てればゼロのパーツを返してやるぜ。楽しみにしていますよ X。この機器にゼロの行動を制御するコントロールパーツを保管しておるのじゃ。ゆえに奴がそう簡単にゼロを再生することはできないはずじゃ。ねえ。ないんですか。鬼畜を求めじゃないですよ。僕下手なんですから。ねえ、はい。エンドレスかどうかは知りませんが。はい、526個目再生します。こんばんは。ケン博士、ジェロのパーツは俺が取り戻します。はい、じゃあ3ステージ目いきましょうか。はい、 X ですよ。はい、じゃあ残り、あ、はい、ゼロのパーツですよ。はい、どうもザトラック様にお邪魔しております。ねえ、どう倒せるのは倒したいですが、ねえ、はい、じゃあ残り6ステージ。はい、じゃあまた皆さん選んでください。はい、じゃあ、はい、やんけていきます。どうでしょうね。はい、7が難しいんでしょ。7はやめとくわ。なんか皆さんがね、難しいステージなんかね、選ばせようって気もしなくもないですね。7はやめてあげて、ラッキー。どうでしょうね、果たしてラッキーセブンかどうか。サソリじゃなくてムカデなんだよな。ワイヤー壁もあるとかな、ね、はい、じゃあいいかな。じゃあ結果見ましょう。はい、ドドーン、うん、7ですね。はい、優しいね、ありがとうございます。涙がちょちょ逃げます。はい、じゃあ7番いきます。はい、はい、ホイールありゲート。さあ、ははどうでしょうね。なめんな。7はラッキーだし仕方ないよ。そう、母ちゃんいいんでしょ。母ちゃんいいんでしょ。勝てばいいんですよ。ね、あのシグマ戦思えばね、こんぐらいまだまだ全然ね。なんかあった、多分ここもなんかありますね、多分いろいろ。パーツは何かしら、ねえ、多分なんかしらあった気が。ここじゃなかったっけ、なんか腕かなんか、アームパーツ、これでも無理でしたっけ、これ。ノーマンだといけないかな。せめて足かなんかが多分ないと届かんでしょう。ねえ。さあ、取れるかな。いや、いけるんですか。いや、僕は無理だ。いいや、せめて足かなんかあればね、もしかしたらですが。ここ進んでいくと夜になっていく演出好きだな。
そんなんありましたっけ。から難しいよね、何がですか。足かヘチマか、フットかヘチマの武器が必要。ああ、やっぱですよね。ねえ、それをし、その辺も見越して選んだんですかね。ねえ。低音足短いの？短いですよ。ね、身長の割には雑魚が高いってね、あれですよ。そこまでじゃないですけど、結構短い。あー、これかー。これ、いやー、これきついなー。ね、多分パーツなしじゃ絶対無理でしょう。これ、きついっすよね、多分。カービンアーマー乗って初めて同級生2のキャラぐらいの肩幅に匹敵する。うわー、これちょっと、いやこれきついなぁ、取ろうと思っても。これ簡単に取れるんよ。え、本当あるんですか。なんかでもわからんな。ただちゃんロボ、なんかありましたっけ。全然覚えてない。簡単に取れるけど、重みは無理だろうな。じゃあそれ簡単じゃないんじゃないですか。あらら、こっち、ちょ、こっちってこと。はい、広告ありがとうございます。チョモさん、はい、先輩ってありがとうございます。この枠でお絵描きの問題は四川省でマウント取るって。お仕置き何で、はい、教えてもいいですよ。自力で解きますよ。昔、ね、昔、ノーヒントでね、自力で取りましたよ。ね、その気になれば僕だって、ね、いくら下手くそだからって。ね、力から地の力なんかいらんでしょう。あ、本当だ、確かにね、薄暗くなってんですね。あれ、こっちじゃない、どっちだ、こっち違う、何もない。たかがワニごときね、僕がそんなに遅れを取ると思ってんですかね。見てて、てそういうわからない振りやめなよ。何が、いや本当にだって久しぶりにやってるんですが、そんな完璧に網羅してないですよね。えコンスコンも似たようなこと言ってたよ。そうですか。ワクワク、ね、これなんとなく覚えてるんですよね。これこうやって、適当に飛んでればそんなに捕まることはないと思うんですが、はい。じゃあ、はい。おやなじゅにこめさん、今日は焼きそばです。餃子です。ねえ。エアプなのに焼きそば。広告ありがとうございます。エアプじゃないですよ。はい。チョモさん1200ポイントありがとうございます。はい。今日の深夜2時からダビスタ枠、明日のものまで終わらない放送何言ってんですか。嘘はやめてください。575放送、やったことなんで、エアプじゃないでしょ。ねえ、だから。ねえ、だから。ねえ、慣れればあれですよ。ほら。ねえ。ねえ、ほら、全然あれじゃないですか、ほら。ねえ、全然あれじゃないですか。何がからさまですか。ねえ、ほら。ねえ、ほら。ほら。全然あれじゃん。ほら。ねえ、ほら。ほら。勝てそうや。ね、あ、じゃ捕まった。ちょ。ほら。
ほら、全然いけるでしょ。ほら。あ、ちょちょちょ、まずい。ちょっと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 まずい。ちょちょちょ。調子に乗ってに食われるのくさ。何言ってんですか。あ、よーし、勝った。はい、ありがとうございます。ここ、はい、チョモンさん、はい、1200ポイントありがとうございます。ロックマンを今日クリアできなければ、明日のケースドラマ時間ないんじゃないですか。ダメに決まってるでしょ。はい、595お店にします、こんばんは。はい。はい、ということで、はい、これは今日で終わっちゃうかな、もしかしたら、X は。どれだか考えたら、どれだかじゃないんですか、ガチでやってるんですか。ねえ。もしかしたら今日で X1 回、1回で終わっちゃうかもですね。フラグ立てからのフラグ回収速度が今日、ね、何がですか、リコットさんいらっしゃいませんか、まあ、何言ってるんですか、普通にうまいって褒めてくださいよ。何が無理って、何ですか、無理上って。はい、じゃあ、次。はい、どうかな。はい、7番終わったってことで。はい、じゃあ、残り5ステージ。はい。いや、わかんないですよ。いや、そこまで言いませんけど、でもね、結構いいペースですよ。ないですか。はい、じゃあ、また、次の目。はい、残り、はい、5つですね。はい、じゃあ、よかったらお願いします。はい。この5つから、はい。お願いしますね。はい。右上が簡単だよ。どうでしょうね。どれが簡単なのか。うんね。右上すっげえ簡単だよ。右上って何でしたっけあれ。何でしたっけこれ。な、こいつ何、ボス、マグネ100レガー、マグ、ムカデか。どうでしょうね。はい、じゃあいいかな、結果見ましょう。はい、はい、そうですか、じゃあ、はい、結果、どう。はい、はい、じゃあ、はい、なんでヘチマがゼロなんですか。誰も何にもあれですね。50%、はい、ありがとうございます。じゃあ、はい、向かっていきます。はい。100のレッツ、足。じゃあ、行きましょう。はい。沢尻エリカ釈放。釈放って何？保釈でしょ？は？速報じゃなくね。釈放ってね、昨日保釈されたんでしょ。マグネ100レガーってことで、ここもあれだっす。多分いろいろあるんですよね、確か。帝王が保釈金払ったの？なんでですか。500万なんて払えるわけないでしょ。確かこれぶつかっちゃダメなんですね、この。親の金で払う保釈金はうまいか。知らないです。僕が払ったわけじゃないし。知らないです。おばしりえりかは帝王さんが保釈金立て替えたのよ。何言ってんですか。いや、これ、ね、ぶつかっちゃダメなんですよね。多分ここにあるんですよね、本当は。あそこに何のパーツあるんでしたっけ。ねえ。今の当たんなきゃね、なんかのパーツがあったような気がしたんですが、はい、何のことですか。あ、ちょ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 、もう、はい、624個目さんいらっしゃいます。もうちょっと待って、まあ、いや、取り損なったから、もう一回やり直して、はい。何が？どういうこと？500万保釈金払ったところで、今後は10億のセンチメートル損害賠償が待ってるんだがな、AV に早く来い。ここは難しいっすよね。どうやって行ったんだ。いや、ダメですよね。あそこどうやって突破すんでしょう。覚えてない。
あの機械が落ちる前に機械に壁蹴りしていったような。いやそれはわかんないですが、あのセンサーに捕まらないようにするのがどうだったかなってね。あのライトの継続10年バッチが運営から来てた。えすごい、 10年も、え何今の今の当たったっていうか挟まれたってこと。手が挟まった手が挟まっちゃったの。まあいいや、もう一回やり直すよ。判定キッズ、笑ねえ、結構シビアですね。どうやっていったかな。今シビアなって言った。シビアって言った。なんでシビアなんて言うんですか。10年とかすげえな。俺なんかまだ7年なのに、わら。ちょ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 、こいつも結構うざいっすねっていうかうーん、あー何でなってんの。食事中なんですけど今のお店飯がとてもうまくなりました。そうですか、それは何よりです。俺8年だったわ。ねえ、8年、僕配信始めたあれでね、入ってまだ1年、ねえ4ヶ月ぐらい、5ヶ月か。俺も7年くらい課金してたけどやめちゃったな。ねえ、配信しないんだったらあんまりね、課金する。そろそろトイレ休憩挟んどく？ね、いいです。これどうしたんですかね、これ。どこ？休憩お絵かきしていいのよ。いや、ダメですね。いや、それはわかってんですが。ちょっと今なんかね、キリが悪いから。あれどうやって撮ったかなぁ、覚えてない。昔はプレミア入ってないと満員で見れなかったりあったからなぁ、うん、ねえ、まあそういうのあったでしょうね。ねえ、追い出しとか。はい、早く顔殴らせて。黄色いのチカチカしたんだけど、なんかですね、どういうことですか。早く何言ってんですか。立ち見 X に絡みてます。あー、こんなになったな。はい。どうも、647個目さんいらっしゃいませ。こんばんは。ちょっと痛くはないけど、ちょ。あー、これ、うざいんですよね。グズケン。来るかな。今思うと30分ごとに移動したりしてて、むちゃくちゃだったよね。ここの BGM、ドラムめっちゃかっこいい。痛い。もうなんかあったような気がしたなぁ、あーこれもぶつかんない方がいいんでしたっけ。無駄な技術使ってるんだ、この3D ポリゴンみたいな鉄掃除。興奮したわ。クソオブクソ漫画のロトの紋章の続編が後に話で終わるそうです。え、さあ僕読んでないからどうクソかわかんないんですが、この流れだと X シリーズ全部やるの。まあね、一作ずつやってね、他のゲーム挟みながらやろうかなと思ってますが、まあそれはね、クリアしたねタイミングでアンケートで聞こうかと思いますが、一作やるって、誰がやるなんて言いました。はい、何言ってるんですか。このロボットさっきのセンサーに全部引っかかると弱くなるよ。え、ちゅ、逆でしょ引っかかったらクソ強くなるでしょ。覚えてますよ、何言ってるんですか。そんなことにダメ。てかこれ普通にね、センサー引っかかってなくてもクソ強いですからね。
何言ってるんですか。J-Oのクリスマスプレゼントは？クリスマス僕にはない、何もないですね。いた、え？リスナーをそうやって疑うんですね。いや疑うも何も、僕知ってるね。初見プレイのゲームなら、まだしも昔やったことあるゲームなんで。ロックオンされまくるの期待してたのみな。え？何言ってんですか、そんな間抜けな。ロックマンされないけど、こっちのあれに挟まれんな。ちょ。何これ。やばい、この面が一番むずいかも。ボス行くまでで。ねえ。この面が一番きついかも。道中は。そんな間抜けなって言って同じやられたことですね。ねえ、うん。やられちゃった。冬も本番、帝王は入力頻度下がってきましたね。逆じゃん、普通は上がるんじゃないんですか。ああ、まあシャワーって意味だね。ああ、そっか。どうやったんですかね、僕。今日中にクリアできるって言ってたじゃんてよ。まあまあまだ時間はあるでしょ。どうやって行ったんかな。いや無理でしょ。どうやって行ったんでしょう僕。あそこどうやって当たらずに行ったんかな。今日中にクリアしちゃいますかね。ドミクスわらわら。炎ダッシュかな。炎ダッシュじゃだ、炎ダッシュだからダメですね。ダメね。寝ないでクリア来たー。何言ってんですか。クリアできなかったら罰ゲーム。罰ゲームなんでやるなんて一言も言ってないでしょ。クリアしても罰ゲームです。何言ってんですか。今日中にクリアできなかったら明日の腹太鼓追加ね。できるんだからいいでしょ。何言ってんですか。そんなことやるわけないでしょ。腹太鼓楽しみすぎます。知りませんよ。負けた回数分腹太鼓して。やだやだやだ。罰ゲームは1日水だけで生活。いやですよ。クリアできなかった時点の BGM に合わせて原ひろこ何言ってるんですかってこっちが何言ってんだよだよ。知りませんよ。なんとでもおっしゃい。痛いよ。あ、そういえばここいるんでしたっけ。やってみましょうか。勝てるかなって思うし。ちょ。ねえ。こいつか、どうかな。やはり来ましたね、X。このアジールがお相手いたしましょう。どんなでしたっけ。確かなんか、こんなあれが。手を打って言ったことに責任持たないよね。言ってない。だって、言ってないですもん。何言ってんですか。それこそあれでしょう。ねえ。何言ってんですか。ねえ。言ってたけ。ねえ。何言ってんですか。ねえ。なんで刀使いってみんな細長い体好きなの。知らないっす。デブには触れないじゃないの、やっぱり。何がですか。じゃ。確かに帝王サイズで固めくってもかっこいいよね。きつい。かっこいい。かっこ悪いでしょ。ちょマシンガン。じゃあ帝王に合う武器って何。ちょ。はい。僕には武器なんでしょうね。やっぱ重そうな武器とかがいいんじゃないんですか。コンボでっかいハンマーとか。メイス。
でもやんなきゃダメかな。ねえ。その必要が武器だ。フラフープでしょ。何言ってんですか。太鼓鉢、腹太鼓からの音波攻撃、むしろチェーン。ボーボストロールですよ。ごぼう。人参。何言ってんですか。大根。何がいいな。ナス。冷凍のビンチョウマグロ。ハメするな。ハメしようとしてるけど、ハメらんないでしょ。ねえ。ハメらんないでしょ。ハメたいけど。負けとるやんけ。ねえ、だから。ねえ。アジール強い。冷凍さんま、帝王こと子さんま食べたの1回だけですかね、あーちょ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 、あー惜しかった、サンマ祭でタダで食ってきたの？どういうこと？スーパーで100円の時があったからそれ食ったきりですよね。サンマ祭りでタダとかあるんですか？あれ毎年タダじゃなかったっけ？不意じゃやめろ、ね、え、目黒さんま祭りだっけか。さんま祭りはタダだけど数時間待ちとかあるからどうなのって思う、そうなの、知らんぜ、やめて、ちょっとあんまり撃たれるとちょっと荒ぶりすぎだよ、ちょっと荒ぶり、ちょっとおかしい、何これ、クソで、ああ、サンマの綿食べる派、やられた、僕食べない、ねえ、おかしいでしょ今の、おかしい、ああ、今度こっちゴリラじゃん、クソゲー呼ばわりコンクソゲーって言った？気のせい気のせい、帝王が楽しそうで何より、言いました、気のせい気のせい、和骨、はい、28個もしたんでしょ、ね、余裕なくなっちゃいましたね、っていうかキッズみたいにすぐクソゲー言わないで、クソゲーとは思ってないということですね、どうでしょう、クソゲーと言い放ち、ストレスを軽減しているのでしょう、帝王よ。ですかね。はい、728個目さん、いらっしゃいませ、こんばんは、はい。6マイクス2で、はい。縛りやってます。サブタンク使用禁止。そうですね、よく考えたらサブタンク使用禁止ってことは別にね、ボス戦で特殊武器使うのはえ、ダメってダメじゃないですかね、何言ってんすか、そんなことがあるわけ、そんな配信があるわけないでしょ、そんな生主さんがいるわけないでしょ、ねえ、ここです、何がですか、そんな不届き者がいるわけないでしょ、はい、734個目さんいらっしゃいませ、こんばんは、きっとここです、誤解ですか、です何がですか、え、買ってもらったゲームにそんなこと言ったのか、最低だな、ね、言うわけないでしょ、リスナーは友扱いする放送です、
ご自分で買ってくださいとリストに入れて買ってもらったゲームをクソゲーと呼ぶことに疑問はありませんか。ねえ、言うわけないじゃないですか。ねえ、ましてや買ってもらったゲームやと、ねえ、この手を売って生主が平気で言うんですよ。何言ってんですか。ねえ、はい、何や40個目さんいらっしゃいませ、こんばんは。そんな不届き者がそうそう言うわけないでしょ。素直に謝って。何よ。じゃ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 、こんな強かったっけこいつ。全くそんな生主するわけありませんよ。あげくんは焼きそばまで買ってもらうなんて。、ね、そろそろトイレ休憩したら。あー、そうですね、そろそろですかね。でちょっと切りよくというか、謝罪の腹パンまだです。まだですね。あ、まずい、あ、まずい、いけなかった。まずい、これはちょっとまずい。ロックマンも終わったら甘神みたいに売るんですね。売りません。売りませんから。ねえ。やばいやばい。あ、死んだ。まあ、いったね。死ぬ死ぬ死ぬ。次あのあれでしたっけ。こいつもこいつでめんどくさいんですよね。ゴリラは強かった気がする、ね、ねえ、いきなりこんなことして、ゴリッタ、ねえ、もうダメージが半端じゃない、半端ないじゃないですか。しかもねえ、こんなの買わせないでしょ。強ゴリラブスブタ、クソ強。弱点なんかないんですかね。本人ねえ、何本人ですか。アジールのが全然良かったね。ねえ、背中からハンマーとかゴリラ関係なくてくさ、ね、本人本当にこれなんか弱点ないですかね。勝ち目ないし、もう弱点探そう。別の面から行った方がいいんじゃない？何ですか。アンケートでこの面ね、あれじゃないですか。僕も言えましたねっていうか。あれ聞かない。あるけど今持ってない。え？今持ってない。弱点ないですか。泡違ったもんね。かわされた。ごめんなさいって言えばみんな許すよきっと。やだやだやだ。探索してて笑った。ねえ。ワニ結構相性良さそうだな。そう。まあ確かに結構削れてありますが、近接ですからね。トイレ。いや別に行きたくないんですけど、行けっていうのじゃあいいです。行ってきますよ。はい。ちょじゃあお絵かき、はい、どうぞやってください。はい、どうぞ。はい、じゃあ僕はちょっとトイレ、はい、行ってきますんでお待ちを。
3番の空いてる枠を皆さんどう活用するんでしょうね。気になります。遅いね。バイオレンスになってしまった。ついでに水取ってきてるのかな。帝王遅いな。ウコかな。これはちょちょちょうんち行ってきます。あ、はい、すいません、お待たせしました。はい。なんで殴るんですか。はい、じゃあ、はい、お絵かき見ていきましょう。ママを殴らないで。なんで殴るんですか。親殴って僕に何かいいことあるんですか。ねえ。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、ということで、はい。誰ですか。しかも何がエロですか。はい、失礼な。よくも勝てたもんですね。金賞。何が本人ですか。何が金賞ですか。はい、774個目再生します。ここね、本当にひどい。こんなん書けますね。失礼な。はい。はい、次。これなんか違いませんかね。はい、しめじさん、はい、岩尾ってこっち。これあの岩尾じゃないですか。でか。何が本人ですか。これ何でしょう。何持ってるのかな。ショッカー出身かな。ですかね。うん、ね、筋肉マンにも言おうとか言いましたが、ね、あれに見えるし。金コネマンと仲良さそう。わら、ね、うん、これ何持ってるんでしょうね。あの ボール何のボールですかね。うん、はい、ありがとうございます。レッツリー、はい、はい、はい、円盤ですかね。何が馬ですか。失礼。右手、右手、本当はさらっと混ぜますね。ダメじゃないですか。はい、あ、何、アウトですね。はい、次、はい、ジョニーでな、ジョニーでさ、な、クソリというものにしよう。怖い、怖い、別にそこまでね。いいじゃないですかね。いや、名言ではないでしょうけど。ねえ、まあ、しょうね。まあね、その、別に、言うからって本気で言ったわけじゃないんですかね。第95名さんいらっしゃいませんか、こんばんは。B、3回して。返してって言っても、ジョニデさんはどっかいるんじゃないですか。ねえ。きっとどっかの配信で、ねえ、見てますよ。ねえ。はい、ありがとうございます。ありがとう。あいつ、次、はい、JK さん。何ですか、これ。
こんなのいないでしょ、ね。嬉しそう。言ってる。だ、ねえ、おかしい。笑える。ねえ、逆に、ちょっと怖いでしょ。ヤックマン。ねえ。いい笑顔。いい笑顔ですか。ねえ。どうでしょう。はい、次。はい、これ何でしょう。はい、安倍晋三さん、これどういうあれかな、何でしょう。これちょっとごめんなさい、何のキャラですかね。いたずらモグラ、何でしょう、なんかね、持ってるような、ゴリラハンマー。さっきのか。ああ、確かにね。てか、でもあのハンマーって手じゃないでしょ。頭振り回してるんですよね、あいつ。ねえ、うざいことに、本当に。ねえ、頭のあれにね、繋がってるハンマーをね、ドキドキドカドカってやってるんですよね、ムカつくことにね。なるほど。はい、ありがとうございます。次、はい。はい。はい、何ですかね。帝王何すぐサボる。サボってないでしょ。トイレ、ね、僕トイレ行くつもりなかったのに。ねえ、お絵かきやってって言うから。ねえ、トイレ休憩ね、無理やり挟んだのに。何言ってんですか。本当に失礼な。はい、次。はい。もう、チョモさん。これ何ゆいじゃないですね。誰んこれ誰？ゆいじゃないっすね。ゆいかなと思ったけど、片方だし。誰？お兄ちゃん下手って。これ誰？ロール？ロールかな？適当。適当？ねえ、多分。ロールちゃんにね、僕も、それかなと思ったんですが。ホームベースみたいな顔しやがって。肩幅小さい体じゃない。ないんじゃないですか。はい、次。ちょっとはい、はい、はい、ホタルイカさん、はい、さっきのですね、ゼロパーツは渡しません。こんな口調じゃなかったでしょう。何言ってるんですか、てか、ぶっちゃけこういうこと言うとあれなんですが、ゼロパーツって何のためにあるんですか。あれ、ゼロパーツって、取り返さなかったらどうなんですかね。ちょっとそこを実は覚えてないんですけど、ねえ、どういうあれなんでしたっけ。取り返せなかったらなんか、いい体行こう。ねえ、誰か分かる人いない。はい、次。はい、おかしい、振り回してるもんさっきと違う。おかしいでしょ、こんなもん振り回してない。初見プレイじゃないし。ねえ、よくも、まあ、というか、まだ引きずりますか、同級生も終わったっていうのね。左下になる。ねえ、左下の、そこはいいんですよ、気にしなくて。はい、次。はい。これもまた下袋ですかね、本当に。本当、下袋好きですね。本人、ダブル、テックマン X、うま。殴りたい顔、いいんですけどね、ピカトも腕を折る、汚いロックマン。ですかね。はい、ありがとうございます。そこ男 X。次、はい、見に来たさ、はい。リスナーさん、接待うまいですね。なんで見に来たさんが泣くんですか。しかも、ちょっと怖い、目玉飛び出てる。おかしい、なんで見に来たさんが切れてんですか。ねえ、どうしたんですか。見に来たさんが怒る必要ないでしょう。ねえ。ジョモさんがお題出してたね。いや、ジョモさんがね、別に従う必要ないでしょうね。何がやったんですか、本当に。人を殴って何があれなんですかね。僕がリスナーさん殴ったんですかね。従わなくていいんですよ。ね、別に。はい、次行きましょう。あ、これで前回。はい。じゃあ、とりあえず、12名の方、はい、お絵かき、ありがとうございました。はい、じゃあ、続きやっていきましょう。はい。本日も名作ばかり、下もなかった。まあ、下はなかったですね。卑猥なのなかった。
まあ、卑猥なのは、いやいや、あった、あったでしょ、確かに、ね。あったでしょ、一つ、ね。ブリュリュリもなかった。あった、はぶ、結構、際どいのあったでしょ。ないだろ、あったでしょ。毎回素晴らしいので、一回橋もネタありにしてみないか。いやですよ。そんなのありにしたら、ほんと何書かれるか分かったもんじゃないでしょう。でも本当はいいかねんてか せめてこの面のボス倒さないともうちょっと嫌ですよ。何されるかわかんないし、はい、ブサイクですよ。さあいらっしゃいませ、どうもこんばんは。ロックマイクスで、はい、またサブタンク禁止でやってます、ね。ザクタンク、サブタンクです。ザクタンクを禁止してどうするんですか。なんかプレミアムのフォローが多い。ネガキャンしなきゃ。何がですか、意味がわかんない。何がね、ネガキャンって、なんでですか、なんで人造さんがそんな気、なんで。自分のフォローしてる生主さんが人気になるのが嫌な人なんですか、人造さんは。テイさんはリスナーの上司に常識を疑って、疑ってますよ。信じる心なんてありません。そんなもんね、持ち合わせてません。我々は人造さんを応援します。なんでも、なんで。別に僕もそこまでね、人気生主にこだわってら、ちょっと捕まっちゃった。消えろとは言ってませんよ。ちょ、てか、はい。そういうもんなんですかね、確かに。まあ、僕もなんか、まあ、わからなくないですが。確かにね、なんか、自分だけが知ってるね、なんかそういうのがね、なんか、メジャーになるとね、逆にね、なんか、嫌な気持ちっていうのはわかりますけど。これこういうなっちゃダメですよね。いやでもかわすの、ああ危険人物なので注意喚起しに来てます。何が危険人物ですか、失礼な。一体僕を何だと思ってるんですか。私は善良な即定新人リスナーだと思っていたのに、シクシク部は超駅前。だでも別にね、一般会員の人が邪魔とかそんなこと言ってないですから、別に僕はね、一般会員だと。普通にうまいんだけど、ありがとうございます。そうですか。というわけで、初見さん来たら帰れ、ボケが新潟で米でも作ってろって言ってください。何言ってんですか、意味がない。ちゅちゅ、え、何今。じじいった。うわ、きつ。今さらっと本音言いました。いや、何が言ってないでしょ。これきついな。多分踏んじゃダメなんですね。いや無理じゃん、無理じゃん、ちゅちゅねえ、無理じゃん、無理じゃん、踏んじゃダメなんですよねって言った瞬間から笑う。刀が一番弱いな、こうしてみると。まあ刀が一番はめられそうではありますけど、いやもうちょっとあれはスルーした方がいいかな。この際、ねえ、
た方がいいかな。あれは後回しにしよう。結構シビアなあれですよね。まだ飛んでくると思って警戒すると危ねえ。本当にクソ強いっすね。パワーアップしてなくてもクソめんどいし、でも問題ここですよね。ちょちょちょ、危ねえ。これどうすんでしたっけ。わわわわわわ、危ねえ。ああ、でもなんとか超えられた。ようやく初めてようやく初めてこのボス来ましたね。今入ってませんよ。はい。883個目さんいらっしゃいます。こんばんは。ヨコマ X2 の、はい、サブタンク縛りでやってます。モルボルですかね。お化けキノコ。何でしたっけこれ。危ねえ。こういうこと。ちょちょちょ。ちょ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 。でも勝てない感じじゃなさそうですよね。ねえ、一応。ああ。このボスかっこいい。わら。もう、残機がもうちょいあればね、慣れればいけそうですが。ムカデ忍者。危ね。上にも来るんだ。ちょ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 、何してんの。ちょ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 、いや、じゃ逆にこっちをしてくれた方がありがたいのか。ねえ、逆にノーダメ。ねえ、ちょ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 、逆にありがたいって。ちょちょちょ、危ねえ。ムカデは逆レッカーっていいセンスだな。ねえ。引きよければ余裕そう。帝王さんって新しいゲームはやらないの？え？やらないわけじゃないです。あんまり買う金がないってだけです。ねえ。ちょ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 、ダッシュもできない。ちょ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 。ずるいずるいずるい、お前。ずるいぞ、お前。それずるいぞ。ちょ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 。ちょ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 。な、早くちょ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 。ちょちょちょ。お金あったらデススともやるつもりだったんでしょ？かもですよ。ちょちょちょ。今、そういう状況じゃなかった。弾、ちょ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 。ちょちょちょ。弾打てんの。ちょ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 。ちょ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 。もうやめて。ちょちょちょ。ちょ、ほんとに。ちょ。ダッシュができないし、本当に。これきついな。買ってくれればやりますよ。クソゲーだったら許しませんか。何言ってんの。ちょちょちょ。これ治らないの。これですらクソゲーっていうのに初見のゲームなんて見てられないから。治らないの、これ。安くて長くやれるゲームやればいいじゃん。さあ、そういうのあるんですか、でも。ねえ、言ってそんな長く続くゲーム。あんまり、あー、強い。いや、あれ、きたねー。あれはチートじゃん。攻撃動き封じられたら。あれね、ダッシュができなくないですよね。しかも、シビって何ですか。少なくともね、もう、ね、今、もうやるゲームね、予定が、ちょっと埋まってるから無理なんですよ。申し訳ないけど。選ばれるということ？マイクラやらないの？
マイクラはやる予定ないです。あんまりやりたいと思う。いや、きついな。もう、うんざいな。これきついですよね。ボスもね、中ボスみたいのも2体いるし、寒いから手もかじかむし、まあ、部屋はそこまで寒くないですけど、暖房つけてるの？帝王さん的短い方？いや、そんなに言うほど部屋ね、あの寒くならないっていうか、ここはないか。帝王さんで勤務長くはないですね。キレゲイ生主です。何やゲイですか。あれも短いらしい。でも太いよね。さあどうでしょう。何言ってんですか。さあ。もういいんですよ。もういいの。これどうですかね。なんか弱点もあるんですかね。持ってんですかね。でもまだ、あれですもんね。8分の3だし、リスナーさんの性格上弱点じゃないよね、あれを。選ぶとは思えないんですよね。スクラップぞ。いたた。そんなことないのに信じてよ。いやー、リスナーさんはなんだかんだ言うけど、知ったたかですからね。リスナーさんの性格上という、すべてのリスナーを煽る波動法。いや、別に全員とは言いませんけど、だ。これ、危ね。僕らの住んだ瞳が信じられないの。ジャンプでしたたかくんしてまんじゅうが。だ。ダメ、これは。ちょ。まず、だ。これきついな。カチャカチャ。なんなの、これ。ねえ、死ぬ。もう。俺は死ぬ。ダッシュなし、ほんときついですね。
ちゃん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 。これほんとね、クソじゃん、もう。ダメだ、あれ避けられないんじゃ勝ち目ね。あー、無理だ。ダッシュダッシュ、ダンダンダダン。なんか、でも勝てそう。いや、無理でしょう。弱点あればあれですけど。弱点教えたのに、しょぼん。弱点教えてくれた。あー、臭いらっしゃいませ。こんにちは、こんばんはか。あれスクラップだ、スクラップぞ、スクラップって何でしたっけ？スクラップってないですよね、多分。あ、ガノスクラップぞ。じゃあダメですね。自力で行くしかない。カチカチ。別にカチカチしてどうすんですかね。結構ダメージ、あ、痛いな。一撃食らうとこんな食らうんだ。ねえ。ちなみにこいつの武器はカタツムリに聞いて、そのおサッカー使用税ができる。ああ、なんかあったような。いや、まずい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 、普通にやられちゃう。帝王カチカチの恐ろしさは巣に近づいた時のスズメバチ以上だな。わら、引きが悪いね。ああ。これもうダメかな、今日。今日、ここかもですね、うん。申し訳ない。ちょっと僕の限界が見えてきた。うん、いきなり何すんの、お前。いきなり何すんの、お前。申し訳、オフ、テイクワールド。X にして X シリーズで一番楽ぞ。そうですか。いや、一番ってことはないんじゃない、わかんないけど。ね、僕3までしかやってないからあれですけど。これもしたら今日中にクリアしちゃうかもしれないですね、とは。スーってそんなに楽かな。ねえ。でにこうして苦戦してるんですから。ねえ。正直。そんな楽でもないでしょう。俺ならこれ分の位置も削れないで投げるわ。もうね、無理ですよ。じゃ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 、もう。これもう治らないんですかね、これ絶対っていうか、このあれ、くそね、あのね、これ結構ちょっと言いながらめっちゃ勝ちそう、勝てそうでもない、多分こっからやらかしますよね。えてかもうやばいでしょ、死ぬ。死ぬ。弱点ぶつけると頭についてるムカデの尻尾壊れて、これ無理だ。もうダメだ。対応してないでしょ。もう、ダメだ。ああ、これは無理だ。苦しむ帝王にある人物が。ああ。次回、ワンと泣き返る。何のことですか？お楽しみに。こいつねえ、こいつが一番強いかもですね。相性最悪。一番簡単なヘチマが残ってる。わらわら。ねえ、ここのリスナーさんの性格がよくわかるでしょ。リスナーさんが僕に何を求めてんのか。ねえ。クリア済みなんだって自慢してたのにだいぶ態度が変わったな。だってそりゃそうでしょ。だってそのクリア済みって言ったってね、別に何も縛りしてないしね、
天狗か。ねえ、僕の場合、何が天狗ですか。はい、941個目さえいらっしゃいませ。こんばんは。何失礼してる先。何優しいですか本当に。うん。こいつも意外と、わかりにくいというか。わこ懐かしい、借りてやってました。はい、どうも、決済にしました、こんばんは。ねえ、ちょっと縛りのせいでちょっと今停滞気味です。ただいま切れモードなので静粛にお願いいたします。借りパクされた？え？みたいですね。ああ、やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばい。やばい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 。ああ、やばい。これはまずい。もう負けた。これはまずい。っていうか、いけない。なにこれ、なにこんなクソ、なにこれ、急にこんなクソ早かったって。今のコメントすると粛清されます。ね。勝つのコメントしない方がいいですよ。てか、これなんかなかったでしたっけ、どっか。なんかあったような気もしたんですが、ない。ないか。これ死んだ方がいいですかね。まあ、どうせ死ぬけど。エッチなコメントしたらダメですか？え？レンツトムで疲れてるので寝ます。さあ、試してみたらいいですか。はい、はい。やつば弁当さんいらっしゃいませ、こんばんは。あ、ね、お疲れ様です。おやすみなさい。はい、なんかじゃあすぐね、本当に疲れますよ、やっぱアクションゲームは。ねえ、自らに強そうな色で勝ち目ないっすよ。捕まった。ああ、こんな、なんなんでしょうね、これ早くなるっていうか、あれって。ああ、やばい。しかも S が無駄に長いんですよね。うわ、あんなジャンプもするの？か、あ、あんなんかわせないじゃないですか。あー、ダメだ。集中力がちょっと切れちゃった。今日はもうちょっとほんと進めないかも。こいつ、人間じゃねえ。なんなんでしょうね。チャオズ食べて落ち着きますか？チャオズはもう食べました。はあ、いやー、それは、はい？電話切れてるの？え？ちょっと切れてる。今なら簡単にリスナーさんを NG にぶっ込みそう。聴衆聖地から、怖い。あんまり今は変なこと言わない方がお互いのためですよ。いいよ。
私のこと粛清にして、どうすんですか。それであなたの気が晴れるなら。気は晴れんでしょうね。気が晴れるというか、これ以上気が悪くなりたくないってだけですから。残機いくつでしたっけ、そういえば。これもう1なんじゃない ?0 か。じゃあちょっとダメだ。私たちが犠牲になれば帝王が救われるならその身を捧げます。別にいいですよ。こいつやだ。ねえ、やですよ。こいつ。明日には誰もいなくなりそう。ですかね。昨日はウサバラシの道具じゃないんだよな。これ何なんでしょうね。これが対処できれば、これの方法なんかねえ、ちょっと、はい、はい、早速ぶっこみいきましょう。はい、こいつ死ねえ、もう。よし、あぶねえ。やった、勝った、仕留めた。楽勝じゃないでしょ。はい。嫌です。絶対嫌だ。うわ。申し訳ないけど。はい。ということで、あと4つ。はい。じゃあ、残り4つ。今、4倒したから。はい、じゃあ残り4つから、はい、好きなの選んでください。弱いんでしたって。今日誰も今日絶対終わらせるなんて一言も言ってないと思うんです。はい、じゃあ行きましょうか。はい、残り4つお願いします。そんなに楽ですかね、残り4つも。ね、まあね、ただ残りの4つ考えたら弱点はあるかもですからね。そういう意味では、ボス戦は楽になってる、ね、なる確率は高いですけど。正論言われて粛清か。リアルでもネットでも何の力も持てないドブが唯一持った武器だからな。ほら、やってみろよ、腐ったドブ。カチカチ。はい。じゃあやります。はい。そんなやってくれてんだったら、そりゃやりますけど。はい、じゃあ、いいかな。はい、結果、ドドン。はい。6番かな。はい。カニでしたっけ、はい、じゃあ、行きましょう。何でしたっけ、こいつの名前。バブリー、クラブロス、クラボロス。じゃあ、行きましょう。ステージは覚えてるんですけどね。結構めんどくさいというか。
おバカが消えた。何してくれた？何がバブリーダンスだよ、もうブーム終わったぞ。バブリーダンス、ここなんかありましたね、確か。記憶が確かならここ。うん、このうざい、コウモリさえいなけりゃ。これなんかなかったっけ？ただこれだけ？これがね、あれなんですよね、確か。紙っぽい味の海鮮スティック食べたい。あれ癖になるよね。そんなのあるんですか、いや。サラバってやつ。カニかまぼこみたいなやつのこと。カニサラダ。これもなんかあったような気がしたけど、ここもなんか、あれか、あれどうやって行くんでしたっけ。あ、行けた、よし。もうこれだけ取れればとりあえず。カニカマは美味しくない、会社のもあるよな。どうでしょう。まあ、基本的にでも僕そんなに嫌いなメーカーとかそういうのはないですよね。そこそこ、それなりの味ではあるでしょう。ねえ。マヨ混ぜたら大体うまい。僕はそのままでも全然いけますけど。嫌いじゃなかったっけ？え？嫌いですよ。だから何もつけないで食べるって言ってるじゃないですか。僕は何もつけないでね。マヨの食いすぎで太ったんじゃないですか？違います。醤油は？醤油はつって、いや、何もつけないです。だから、あれに関しては。帝王はこっち。はい、993号目さんいらっしゃいませ、こんばんは。6マイク室。はい。材料に卵入ってるからか、からしでもわさびでもいいよな。まあ、入ってるからっていう、以外でもあるでしょうけど。いや、結構強いな。そんなにほど楽でもなくな。あれ、卵アレルギーだったんだっけ？そうです。帝王のお腹はマヨネーズさんじゃないですか。まあ、アレルギーマンね、もう治ってるかもしれませんが。結構強くね。いや、結構強くない？これ。でも弱点ありますよね、これ。紙も紙で強い。これいかにもじゃない？なんかホイール系。ねえ。確かこれだったような気がするんですが、はい。もう一回なんかやりませんよ。何言ってんですか。ああ、これだ、これだ。何言ってんですか。でもちょっとうざいな。いた。結構タフですね。そんなに言うほど
楽でもないですよね。今うざいって言った？敵がね、リスナーさんじゃないですよ。かわいそうだから俺は卵倒すのにね。やばい、やぶね。キッズ、卵豆腐ないんじゃないですか。僕は熱々の卵焼き。うん、さすがに弱点あればモスもね、余裕できますよね。これで、バブルスプラッシュ、あと3体今のが、帝王はヤーマン倒せる？え？じゃあ、どうでしょう？帝王を囲んでメヒココールをしながらタコスを食べるオフ会開こう。何ですかそれ。知らないけど。はい、じゃあ残り3体。まあ一応あれですが、はい、よかったら選んでください。帝王のガタイだったらヤーマンデッキ飛び放そう。どうでしょうね。どうでしょうね、でも。まあ多分ヘチマはあれ、側確か火が弱点だから弱点あるし、あのダチョウが何でしょうね、ダチョウの弱点守ってるかな。ヘチマが何でしたっけ、ヘチマが確かワニだった気がするし、まあなんとかなるでしょう、さすがにここまで来れば。はい、じゃあ結果見ますと、もう誰もコメントしなくなってるか、もう興味ないっていうのが丸わかりですね。はい、コミュニティフォローありがとうございます。はい、覚えてないけどヘチマだけわかりやすい。はい、5番ダチョウですね。はい、じゃあ行きましょう。ロックマン X の新作出てるの？わかんないです、僕は3までしかやってないから。押すなよ、絶対押すなよ。どういうこと？ここはただちょっと他の要素が面倒ですよね、確か。ロックマン X は漫画しか知らんからどれ進めていいかわからん。どうなんでしょうね、僕も。ここは？あ、ボス？あ、なんかいる？誰？こいつなんでしょうね、弱点、弱点ありそうな気もするけど。ていちゃん頑張れ。これかな。興味ないんじゃなくて、お前は正確に引いてるんだよ。すぐ粛清、NG ってバカの一つ覚えみたいに気に入らなければすぐんぐ。高性能おじいちゃん。じゃあ、こんな時代いいと思うんですがね。よくわかんないですね。はい、1015ごめんさん、いらっしゃいませ、こんばんは。違う、これか、これじゃなかったっけ、違うな、なんでしょう、サブ赤できた、わら、違うでしょうね、バブル、違う、風呂は行ってきました。はい、お帰りなさい。攻撃の仕方がおしゃれなジジイ。いやー、弱点ないのかな、持ってないのかな。てかゲームオーバーだし。元体操選手。スルーしましょうか。おわ。あいつはもう消した。
避けることをしないゴリ押しプレイですか？単に下手くそなだけです。はい、千十四個目さんいらっしゃいます、こんばんは。これってでも、これは出口の方、何もない。ライフ引き寄せられる場所かな。うん、ライフ、あー違う違う、これ確かね、ダッシュで行けば奥にあるんですよね。そこまでしくじらなければ。よし、取っちゃえばね、いいんですよね、うん、取っちゃえば多分もう、うん、よしよし。エッチ、どう、何がエッチですか、どこにエッチな要素が。今何取ったん、うん、え、ライフアップ、ヒットポイントね、やっぱライフが増えればこのゲームね楽になりますからね、うん、空中ダッシュでも取れたっけ。多分うまい人だったらいけるんじゃないですかね。あ、なんかありそう。これは X、 このカプセルに入るの。じゃあここではジャンプ力をパワーアップさせるパーツを授けよう。空中でダッシュすることができるようになるはずじゃ。うん、なかなかでもやり方むずいですよね。X2 のダブルチャージは強いよな。これで一応武器の方も取りに行けるでしょうね。まあとりあえず一回全部やっつけてからあれしましょう。わあ、いたたたたた。この何でしたっけ、弱点とか、はい、ここからありがとうございます。竹原真嗣さん、600ポイントありがとうございます。何がじゃ、いや、何がじゃって言われても、こっちも何がじゃとしか。かわいい。可愛くはないけど、いたたた、ダチョウだ。いたたた、なにこれ、こんなあれでしたっけ。押すなよ、絶対押すなよ。おっさ、狭、繊維チクシュ。押されるときつい。あー、これ怖い、これは怖い。あぶねー、ちょちょちょ、まずい、死ぬ死ぬ、あー死んだ。あれ、何が粛清ワード入ってるんだろう。テスト、めっちゃ。なんかでしょうね。どのワード、どれ。わかんないけど。え、
た。いえいえ、めっちゃホリデー。多分怒る。多分、ああ、それですね。え？帝王様、帝王はないと全部粛清だよ。ないじゃないですか。そんなことないですよ。いや、きついな、あれは。かわすの、てか、全然かわしてない。なんでこれ。あ、もうね。わあ、え、あんなこともしてきたっけ。ここなのってやつでしょ。はい、広告、ありがとうございます。はい。ちょっと見えない。ちょっとお待ちを。終わったら。いてててて。て。すげえ、きついな。危ねえ。よく壊した。あー、もうちょいだったね。残念。はい、本田翼さん100ポイントがいつも見てます。今度 YouTube でコラボしましょう。何言ってんですか。あ、はい。いるわけないでしょ。お寿司、あ、弱点武器探した方が良かったかな。わらわら。わらわら。はい、ふんこさんもいらっしゃいませ。こんばんは。PS3の書いた顔で再生された。後ろ見て。嫌ですよ、怖い、嫌です。何も、あ、いた、うわぁ嘘。びっくりさせないで。ええー、なんて。わら、後ろ何書いたの、わら、ノリが良い帝王。いたの。後ろでママンが泣きながら見てるよ。ですかね。ラスボスはシグマ。それは知ってます。これ無理ですよ、ね。ママを今ちょうどトイレ中でビクってなったよ。生だ。またあのハゲかよ。こぼれた精液が成長したやつだそれ。何言ってんですか。ラスボスは自分自身の心ですか。動きを見切れますかね。ここボスまでは比較的早く着くね。まあ楽ですね。さっきのね、あのムカデのステージに比べたら。サクッときますね。ただボス結構うざいっすね。ステージ一番簡単そうだな。今またうざいって。敵がですよ、リスナーさんじゃないですよ。これが壊しにくいっすよ、ね。ってまだ売ってるんですか。さあどうでしょう。いやこれ避けらんないな。もう弱点使いましょうかって、どれでしょうね弱点。このムカデのがね、確かカタツムリだった気がするし。田舎の方なら残ってるんじゃね。道中簡単だけどボスがだるそう。これかな、火かな。このボス見るとアーナー、ブラザースのロードランナー思い出す。そう。シャルンデスに映るんです。クリスタル。クリスタル。ありがとうございます。あ、なんか凍るんだ。
それクリステルさん。ちょっとエッチな響きしない？これあれか、でもその歌詞、これをするから、ちょっと、余計、余計のなんない、逆にモロハの続き、ね、逆にむずくなっちゃわない。これ避けられ、スキルがないと、弱点使うなんて卑怯。弱点じゃないでしょ。逆に相手になんかサポートしてるじゃないですか。卑怯なりてよう。ねえ、これ逆にきつくなっちゃう。無理無理。これまだ成功法のがまだ可能性ある。このダチョウも嫌ですね。ねえ。いや、結構突進も強いしね。これもかわせんし。そういや、ダチョウ倶楽部ってもともと4人だったんだね。そうなんですか？知らない。それは初耳ですよね。電気グルーヴのあの人が入ってたんだよね。それは知らない。電気グルーヴのあの人って誰？知らないけど。ダチョウ倶楽部に悲しい過去。そんな、負い目なんですか？4人っていうのは。あ、名前が出てこない。いや、あんまり電気グルーヴ知らないから、僕も名前言われてもわかんないでしょうけど。リーダーが無茶苦茶するから追い出して3人になったらしい。南部トラッチみたいなやつ？わかんないですね。そうそう。石の卓球？どうでしょう。帝王は何のグループに入ってたの？電撃ネットワーク？何言ってんですか。いやー、きついな。なんとか運よく避けてるけど。ご両親ですね。電気ネットワークだった。どっちが どうなんでしたっけ。どっちもよくわかんない。電撃ネットワークと電気グルーヴってどう？南部トラタマって知らない？サッセイ。知らない。誰ですか。ワイリーみたいな顔してグラサンかけてる。はい。おじさんはコツ ？X で一番好きな作品だわ。1101コメントしたんですけど、まあ、はい、ねえ、まあ僕も、どうかね、僕も。帝王は電気椅子グルーヴしないの？何がですか、電気椅子グルーヴ。ベニ歌ってください。何それ知らない。何ベニ歌ってて何？ニューナンズ？知らない。はい、どうします？あともう一つやります？アンケート。これラストでしょうけど、はい。ねえ、じゃあ、はい、いきます。はい、ラスト。もうこれどっちでも同じだけどやりましょう。ねえ、いいと思うけど。ねえ、どっちがいいですか。なあ、ここまで来るとなんか最後までなんかヘチマを選んでくれさいのような気がして。俺がさっきやりましたよ、まだ。せめて残り2体倒してからでしょ。はい、じゃあいいかな、結果見ましょうか。はい、3219ドドン。いつでも僕が行きたいっつってたヘチマ選ばしてくんないんですね。結局ヘチマが最後に残る。わら、なんですかね。帝王はロックマンなの？どうでしょうね。僕は豚男。いや、そこ男でしょ。そこ男。ここだけはちょっと覚えてるんですよね。何をって言われるとあれですが。確かね。
これか。でも多分無理でしょうね。多分これ、あれ使わないとっていうか。他にもなんかなかったっけ、どっか。この辺かな。あ、あるある。ここだけはね。ここだけはなんか、覚えてる。スクラップ場だからか。ね。何あるんでしたっけ。あ、これか。これがアーマーでしたっけ。いや、ないです。X、このカプセルに入るのじゃ。そうじゃ、パワーアップしたボディーパーツを授けよ。敵からのダメージを武器エネルギーに変えて爆発させることができるじゃん。これあんまり使い道ないですよね、これ。まるで帝王がマンションに壁を貫通させるような掘り方。何言ってんですか。かっこよくなるからいいやん。そう。かっこよくって言ってもね。まあ見た目は確かにいいですけど。え、ちょ、あ、危ね危ね。売られた。あ、基本使い道ないけど、この時のためだろっていう使い道あるよ。そうですか。ありましたっけ。全然覚えてないですね。そんなものあったかな。使うと少し宙に浮くからどっかで使った記憶。博士最初からパーツ装備させて出撃させてくれればいいのに。ねえ。てか前回のパーツはどこ行ったのってね、思いますよね。あー、これいたなー。クソむずい。めんどいっていうか、クソめんどいやつ。いたたた。もう平和になったと思って捨てたんだよ。前回のパーツはオーバーホール仲間だ。昇竜使っちゃうの？え？昇竜？どうでしょうね。使う余裕があればっていうか、パーツが全部、でも条件あるんでしょ、またね、多分パーツ全部取れなきゃみたいな、ねえ、たたたたたた。うざいな。ヒットポイントマックスは条件だったようか。どうなんでしょうね、その辺ね。 X と X2 で仕様変わってるか、その辺も全然覚えてないですからね。いたたたた。強くはないけど、ほんとうざさナンバーワンですね、このボスは。やだなぁ。この面だけはもうやりたくないですね、うざい。やり直ししたくないけど、残機は2機。これなんかありましたっけ。ちょ。これ、これなんかありましたっけ。ボス誰、こいつか。何でしたっけ。帝王は謝るからそんな何度もうざいって言わないで。でも全然西田さんに言ってるわけじゃないですよ。これ弱点なんでしょうね、こいつ。弱点ってない？もしかして。あ、これがちょっと効く。
うるさいな。いやー、よく昔僕これに勝ちましたね。全然、ボロ負けじゃないですか。勝負にならない。よくこんなのに。覚えてない。もういいや、すぐしよう。めんどくさい。なんかないっけ。面倒くさい女なんて言わないで。誰も面倒くさいと言ったけど、女とは一言も言ってないような気がするんですよ。マジか、予定を最低だな。僕最低ですよ。なりますね。え、またでしたってこれ。うわ、めんどくせえ。本当にめんどくさいですね、この目。ボディーパーツのありかのヒントは朝日火星健在、またハーネハ。何言ってんですか。はい、1136個目さえ出しますこんばんは。危ねえ、よかった。倒せた。姉はしかじか言ってたのも何年前かね。さあ、もう10年ぐらい前じゃないですか、もっとですかね。うろ覚えですが。多分こいつね、がだから火が弱点っていうのは覚えてるんですが、アームはワニのところの序盤。まあさっきは取れなかったですがね、今度足があるから。え、もうそんなあれですか。わこ、大盛りラーメン買ってきたけど、はい、唐揚げとシシャモフライ買ってきた。はい、レバサシさんいらっしゃいませ、こんばんは。はい、僕は昨日と一緒で餃子ですね。うざいな。まずし。昨日の残り？そうですよ。違う。何やってんの？危ね。そういやカツヤセールしてるけど帝王買ってきて。はい、知らない。うちの近くカツヤあるかな。今日クリアル？さあどうでしょう。帝王の部屋は苦戦してる。ちょっと苦戦してる。危ねえ。何、帝王の部屋は鉄くずで汚いの。鉄くずはないけど、どうでしょうね。はい、広告ありがとうございます。はい、リロチンさん500ポイント、はい、仕事に来ました。何の仕事ですか。あぶねー。ああ、やっとこれで、ヘチマが取れる、ヘチマがいけるというか、別にヘチマが好きってわけじゃないんですがね。スクラップショット。2時間。あと1時間じゃ多分ね、ただ、シグマステージ、面倒でしょう。さあ、見たことないから、誰か見たことある人います？今日はもうあの、8ステージのあれで、ですかね。あれしましょう。あと、強化パー、ね、パーツ取ってないの、集めて終わりましょう。今日は疲れた。明日にしましょう、残りは。ね、これが一番簡単ですよね。まあ知ってればですが、これが何なんですかね。なんかあんまり壊す意味がわからないというか、
少し見ないうちにパーツがいかついことになってる。帝王チンポしまえ。何のことですか。これなんかどっかにこの辺でしたっけ。あれか、まとっときましょう。うん、はい、広告ありがとうございます。はい、ゲストさん600ポイント、はい、4時間やりなさい。だよ、4時間ね、やりますよね。別に早く終わったら四川省でね、あれしたっていいんだし、だってね、シグマステージね、どうせまた4つね、クリアしなきゃですから。必ずサブタンクがある。帝王のいいタンクは大きいの？どうでしょう、ご想像に。セブハゲアホの三冠王。うん。いや、ハゲてはいないんですがね。帝王のタンクもういっぱいじゃない？どうでしょう、もうお腹のタンクはもうね、ちょっと腹いっぱいですけど。帝王チンポ切断しに来ました。何言ってんですか。結構でもホステージ長いっすね。取らないとは言ってないが、昇竜拳フラグ、あの溜まってクリスタルやるとステージの効果を抑えられなかったっけ。どうなんでしょうね。でも今見る限りね、壊してもあんまり。チェンネイさんがこけるように祈ってください。何言ってるんですか。え、クリスタルキング、チェンネイさんって誰。果てしない。神奈川県警さん、この枠です。何なんですか。特殊武器は縛ってるの。縛ってはいませんが、まあ余裕があるからナメプです。さすがに今ならね、こんなやつね。でも結構ね、序盤ね、特殊武器なしで頑張りましたよね、本当に。きつかった。こいつは弱点でとどめ刺すと特殊演出。どんな演出。え、弱点って何なんですか、こいつ。クリスタルじゃないですね。バブル。スクラップ。ダチョウ。ダチョウ？ソニック。これ何したっけ。これ無ば、なんかあれな、ハンターメダルって何、弱点で倒すとってこと。こんなやつって考えた人に謝って。いやいや、君嫌いなの。譲って。あ、真っ二つになった。ねえ、初めて見たかも。トロフィーみたいなのあるの。斬鉄剣、なんでしょうね。ダチョウクラブってもともと4人だったらしいよ。トロフィーなのかメダルって。元雰囲気が抜けたんだって。ねえ、元雰囲気。そうなの。すまん、X。たった今、カウンターハンターの一人がこの基地に現れて。え、ゼロのパースをすべて奪われてしまったのじゃ。ドクターケイン、やつは自分のアジトに持ってゼロを入れるだとして蘇らせるつもりじゃ。大変だ、帝王クラブありませんよ。X、カウンターハンターの血はダブルゼロポイント、X、北極点にあることが分かったのじゃが。
ケイン博士、俺がゼロを助けに行きます。ジェイクス、何言ってんですか。帝王クラブはギフト1万で入れるでしょ、うん、はい、はい、ありますよ。入れるじゃなくて、あー、どうしようか。じゃあ先取りましょうか、ここが腕ですよね、確か。今年の高校サッカー東京 A 代表は志村健の母校。しかも志村はサッカー部オブ、うん、え、そうなの。え、志村健ってサッカー部なんですか。それ初耳ですね。母校ってどこですか。東村山だからどこ。志村ってスポーツ少年だったの。ね、あんまり似合わない。でもね、結構意外と運動神経あるかもですね。はい、ここ書いてありますし、新帝王さん。志村健って写真部とかに合いそう。そう、どうですかね。高校は各部にあるよ。うん、高校か、高校、高校でしょ。うん、ああ、惜しい。はい。広告、はい、あれはちょっとごめんなさい、耳に落とした。志村ってハゲなのに、なんでモテるの。さあ。東久留米総合、統合前の久留米高校の卒業生、それはドリフのスターだからです。X、このカプセルに入るのじゃ。ちょっと待ってください。広告、はい、新帝王さん700ポイント、帝王クラブに入りたい人募集してます。しないで。お金たくさん持ってるから、芸能チャージするとさらにパワーアップさせるパートを授けよう。両手にエネルギーを貯めて、あらゆるショットをチャージさせることでより強力な攻撃が繰り出せるじゃろう。ちょちょちょクラブ、ね。どういう人なんですかね、そういうのも。ちょちょちょ。セカンドアーマー。これ強化パーツ全部取ったな。ここのライフは？ここのライフってどこでしたっけ？わかんない。あとライフどこ取ってないんでしょうね。まだ結構取ってないのありますよね、多分。あとどこ取ってないかな。トゲの銃？ああ、む、これ、これ、む、むずくない？ね、あそこむ、むずいでしょ。さあ、本人じゃないですか？ね、本人の圧力でね、あれしましたけど。はい、広告、ありがとうございます。はい。PSXG さん2400ポイント。はい。帝王こんばんは。よく XO。どういうこと？いや、よくって言ってもね、別に。ね、一応昔。帝王って少年時代にスポーツなんかやってなかったの？ね、僕大したもんやってない。あんまり。スポーツなんて言えるレベルじゃないし。はい、広告。ありがとうございます。はい。次、はい。新帝王さん1100ポイント。はい。俺がニコ生の方だ。ハルのやつは1000で何言ってんですか。アメフトやってれば絶対ヒーローだったのに。何言ってんですか。アメフトなんかあるわけないでしょ、中学で。中学でアメフト部なんてあるとこ、あるんですか。ねえ。これどうすんでしたっけ。いや、これクソむずいと思うんですよ。言われてみると聞いたことないな。ねえ、ないでしょ。阪神の池田ってところにある。和骨、帝王得意のタックル見せてよ。何言ってんですか、いや、こういうことじゃないですよね。はい。1216個目さえいらっしゃいますが、まあ、これどうやれなんでしょうね。帝王でも志村の写真のこと知ってるんだね。あれでしょう、はい、広告ありがとうございます。はい、何新兵道さん600ポイント。はい。誰が竹之内豊ですか、何のことですか。こういうことですか、ね、ラグビーは高校の頃に工業高校だから体育でやらされた。いやー、きついなー。シビアですよね。こういうことでしょう。こうじゃない。これそこばからっていうのが救いですけど、ね、これ無理じゃない。工業高校はサッカーも強いイメージがある。俺は敵の攻撃食らって無敵時間派。そんなことできるんですか。ああ、無理じゃないこれ。ねえ、てか
敵の攻撃食らうってどうするんですか？できる。できる。まあそれは昔はできたかもです。無敵時間で取れますな。無敵どうやって？はい。サッカー少年だと思ってた。いや別に。いや当時はね、だって結構漫画ね、もう本当に。帝王高校落第した時のお母さんどういう感じでした？言いたくない。どの無敵時間だって結構無敵時間短くない？なあ、あそこ敵もいないし。スモーブでしょ。ねえ、これ。右に敵がいるのでわざとダメージ食らう。え、それで何ですか？食らって、もあの火のやつでってことですか？足りるかな？間に合いますかね？柔道部とかから誘われなかった？壁切っていきます。敵の発射する弾をギリギリまで突きつけて食らって、速攻。ちょ待って帝王各界目指せばよかったのにね。はい、な、なに、まあ、柔道部から誘われるわけないし、ただのデブですね。で、右に敵が、はい、広告ありがとうございます。2万。リノチンさん800ポイント。ここに来れば仕事し放題。無論この生でし、どういうことか。てか、仕事 NG だからあれですよ、はい。PSXC さん1500ポイント、はい。X2 発売当時のテレビ CM の BGM も宣伝したい。どんなでしたっけ？世界が終わった時全然覚えてない。飛べない豚はただの豚。ねえ。これをチャージした状態で食らうんですか？これ？これですか？で、これで、ダメじゃん。ダメじゃん。ダメじゃん。間に合わなくない？今ので間に合うの？ねえ。チャージは別にいらない。チャージは別にいらない。バットマンってメガドラのゲームであったな。そうわよ。ちょっとどうやったらあれ？こいつ撃ってくるの？早く撃って。結構射程あれですね。頭とチンポは生きてるうちに使えってよく言うでしょ。いや、これじゃダメだし。これで、あぶねえ。ありがとうございます。よかった。これでここも取った。あと何でしょう。特に30後半なるとチン4のしな。あとどこでしょう。ここかな。ここ多分サブタンク。チンチンはカレーと共に立ちが悪くなる。っていうか。ライフアップありましたっけ？機嫌が回復してきた。はい、よかったよかった。まあなんとかね、そもそも帝王にチンポ使う機会あるのか。さあ、どうでしょう。でも帝王は40代でもほぼ毎日してる。何ですか？マジかよ、帝王さん31歳とか言ってたのにデマやったのか。なんかかな。死ぬ。技術的気持ちよくなる役割があるよ。そう。帝王は50歳オーバーだよ。自分でもびっくりするくらいおったつ時あるよな。帝王は毎日行けるんか？無理無理、もう無理。帝王は間違いなく40代と見る。50でもやりまくりとかを盛んですね。これ、どうやって行ったんでしょう。ね、これで、どの隙間を？このあれをってこと？
いやー、無理でしょ。あ、ん？あ、なんか知らん人、助かった。50代で息子の奥さんに手を出す人とかいるからなぁ。埋もれてる。心の隙間、お埋めします。ここあと何でしたっけ？ここなんか他に取ったっけ？ここ何取りました？なんか取りましたっけ？ここ。タンクも取ってないような。どこでしたっけ？ダイエット続いてますか？さあ、あんまり、まあ、空量は減ってますけど、続いてると言えるか。ここどこでしたっけ？パーツかなんか取ったっけ？ここだけはやめておけ。何はやってないです。何は実報ですか？角の部分で擦られていったね。何のことですか？そっち系の商店じゃないでしょ。あれ？これどこでしたっけ？あと。食事節制すると最初のうちはかなり減るよね。食べる量減ってるということは病気かもよ。それはないでしょ。我慢してるんですか？食欲がクソありますよね。まあ、食いたい食いたいってね、もう脳が、あれしてますよ。食欲ないならやばいですけど、食欲はクソあるんですか？そこは問題ないでしょ。運動してる？運動今日はしてないですね。食欲あるのはいいことだ。食欲？どんな、ああやっちゃった。でも強化パーツあとな、取ってないもんありました。キャプタタキ何時からですか？はい、明日ですよ。明日の今頃、今頃嫌ですよ、死にますよ。明日23時からです。はい、1277個目さえいらっしゃいました、こんばんは。そんなにあれですか皆さん、そんなに人の腹叩きがいいですかね。なんだこれ、別にいいな、当たっても。ありがとうございます。23時楽しみにしています。ああ、そんなに楽しみなんですかね。じゃあファミリートレーナー配信しますか？はい、なんで持ってないですよ、ファミリートレーナーなんて。突拍子もなく何言い出しますか？わざわざ腹太鼓は太るんか。だって100発ですもんね。だってゲーム配信中にやれないでしょう、100発。ねえ、無理でしょう、これなんかここでしたっけ、あれ？いや、ここ。いや、これってもう届かんでしょうね。なんかあそこに待ってんの。ゲームが手に入れば一気にダイエットできるかも。無理無理。いや、でもなんかあったような気もするんですが。ここでしたっけ？違ったっけ？なんか、リンクヒットだっけ？わかんないけど。ここになんかあったような気もするけど、でもこれ、なんかありましたっけ？そう、それでも売り切れ続出らしい。なんか。やりもしない、考えもしない、なんでも無理無理。ああ、やっぱここですよね。チャージショットで高橋名人の16連射を超える100連射。これは歴史が動くぞ。タイミングシビアだけど。チャージショットで2段ジャンプ。れば痩せそうだな。何言ってんですか。どのタイミング？チャージショットでね。無理じゃない？てか、どうやってこれ僕撮ったんでしょう。
画面右上の腹太鼓ボタンついてる赤いやつが帝王さんですか。何のことですか。そうです、わからん。どうなんでしたっけ、あそこ。だからノータッチなばかな。あんなとこ関係ないっすよね。どうやって撮ったんでしょう。ファイアとエアダッシュじゃ無理ですか。どうでしょう。ダイエットでレトロゲー枠の代わりにリングフィットやってる生主有志帝王もいかが。いいです。ジャンプに関しては裏技なんで動画でどうぞ。あの腹太鼓ボタンを一腹の肉が爆発飛散するんですか。さあどうでしょうね。ですかね。ああこういうことか。ありがとうございます。これでここも取った。あとどこでしょうね、取ってないの。ハート様みたいな体型。取ってない。ここかな、違う、どこでしたっけ。ここか、ここもなんかあれでしたよね。どうやって取るかわかんないけど、よく覚えてるな。今日の帝王は感謝の心がある。どうすんでしたっけ、この辺でなんかすんですよね、確か。どうだったっけ。右下は改造された亀仙人ですか。どうでしょう。違うなぁ。右上は本人ですか。はい。何がですか。実はこのゲーム、チャージを使って、つけもんさえできますが、まあ、かなり難しい。さっきも言ってましたね。これ、チェーンか。真ん中ハママンですか。どうでしょう。普通にクリスタルでいいのでは。クリスタル、いやわかんないですけど、クリスタルをどうするの。2段ジャンプないとクリア無理なのこれ。いやそんなことはないでしょうけど。あれ、敵に当てて足場にする。敵に、ああそういうことか。なるほど。ああこういうことか。ああちょっとシビアですね。あ、やっぱやっちゃった。わーい、あったー。これでライフアップは全部取ったでしょう。あと多分サブタンク。そろそろ田辺の真似して。どういうこと。田辺って誰ですか。あと1個分でクリアできる。無理です。今日はもうあの8ステージ終わって、田辺ってその田辺か。じゃあ延長だね。嫌ですよ。明日でいいでしょ。あと残り1選手やって今日終わりましょう。疲れた。あと多分ここですね。お絵かきは。お絵かき、まあやるのはいいですよ。お絵かきもいいですけど。お絵かきと選手やって終わりましょう。どの田辺いるんだよ、わら。だって、田辺って言っても。そう、言ったってね、年取ると人間を物忘れ激しくなるんですよ。ね、
個鈴で鼻息荒くしてたのに。やですよって、今日中にクリアできそうですねって開始1時間くらいで帝王自身が言ってたじゃん。そっか、立ちのマネックス君から見てます。何でもかんでも年のせいにして。僕は嘘つきなんです、ね。申し訳ない。これどうすんでしたっけ？ついつい調子に乗ってしまうんですスケベ。嘘ついたなら謝らないと。いやです。幼稚園児でもできるぞ。僕幼稚園児以下なんです。ちょちょちょ。確かこの辺になんか、あーこれか。今そうスケベですってさらっと言わないで。幼稚園児以下で泣くか聞くじゃん。ただこれどうするんでしょうね。どうしてレギュラーは発生するんだろう。小鈴の時のテンションはすごかったなぁ。そう。じゃあとりあえずこれで全部取ったから終わりましょうか。一応パーツは、ただゼロのパーツ全然取り戻してないのがなんか後々響きそうなんですが。ねえ。あと4ね、40分でちょっとね、多分ね、4ステージ無理でしょうから。続きは明日にしましょう。そういや、今年の帝王流行の対象何になったの？さあはは、原太鼓でしょ。でもいいでしょ、今日はここで。今年は原太鼓確実だよ。あとはお絵描きとか視線者やって終わりましょう。ね。はい、じゃあ、今日はここで終わりますってことで、はい。3時間20分ご視聴どうもありがとうございました。お疲れ様でした。